どうも皆さんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2023年、合格基礎講座、会計学ですね、今日は第1回目の講義をスタートしていきたいと思います。担当はレクセニ講師の高坂です。はい、ではですね、今日から、合格基礎ですね、第1回目ということで、会計学ですね。会計学がスタートいたします。で、1回目ということで、ちょっと最初そうですね、10分、15分ぐらいかかるかなと思うんですけどね。ちょっと中身に入る前にということで、ちょっと少し皆さんにお話をしたいことがありますんでね。で、まず講義の進め方になるんですが、テキストと、それから、効果系、会計学って、皆さん効果系、効果系って言ってるようですけどね。テキストと効果系、本当は単純です。2冊ですね。2冊あるという、教材は2冊なんですね。ただ、2冊教材があるんですけれども、その効果系、会計学、そちらの教材の方は、こちらの講座内で使う予定はありません。ですから、どちらかというと、その今日第1回目授業を聞いて、その後ですね、各自やっぱりちょっと復習をしていただきたいということがあるので、その復習用教材として、その効果系っていうのをちょっと使っていただきたいと。で、その効果系、会計学というのは、一つ一つ問題と回答例、問題と回答例というふうに論点ずつに、論点ごとにこう分かれているということになりますんでね。そちらの方ですね。で、またさらに、その効果系、会計学の方は、重要度、AA とかね、AA、AA とか、からシングル A ですね、A だけとか。いろいろ AA、一番重要度が高いということなんですけど、その重要度が高いところですね、特にその辺を中心に、学習していただければいいかなと思います。ただ、今日は1回目なんで、そこまで、終わった後ですね、すぐにそちらの、効果系会計学まで手を回さなくても、まだいいかなと思うんですけどね。とりあえず教材としては2冊あります、このテキストですね、合格基礎のテキスト、それからもう一つは、効果系会計学2冊教材はあります。で、効果系会計学に関しては、自習用というか、そちらで使っていただきたい教材ということですね。はい、ということで、これから授業の方はスタートしていきます。講義の方はスタートしていきますが、講義の中では、このテキストですね、合格基礎のテキストだけを使っていくということになります。で、あとその講義の流れなんですけども、1回あたりが、トータルで2時間半、ただ、間に10分、休憩入ります。ですから、正味はもうちょっと短くなるんですけどね、一応トータルで2時間半、が1回分の講義ということになります。で、あとは、前後半ですね、その間10分休憩取りますけれどもね、さらにこの前半と後半、それぞれにちょっと一体こうブレイクタイムというか、少しこう一息つくという時間も設定しています。で、ただそれはこちら側で設定しているということなので、皆さんの方で、そうですね、皆さんの、体調とか、いろいろお仕事の疲労度とかあって、いろいろとですね、集中力がちょっと今日は続かないなとか、今日はちょっと集中できるなということであれば、もうどんどん各自のペースで進んでいただいて結構です。ですから、例えば15分ぐらい聞いたんだけど、ちょっとなんか今日は頭に入らないなということであれば、もう、一旦そこでもう、停止をしてですね、また少しこう気分をリフレッシュしてから聞き直すとか、各自で、このですね、少し各自のその、集中力の度合いとか、そういうことを考えながら、講義の方を聞いていただきたいと思います。一応こちらの方としては、前後半に分けます。前後半に分けて間10分休憩取ります。で、さらに、その前後半に対しては、それぞれ途中のところで、大体半分ぐらいのところで、ブレイクタイムっていうのをちょっと入れていきたいと思ってるんですね。で、そんな形で、トータルとして2.5時間ですね。2時間半の講義、1回分あたりが 2.5 時間の講義で進められていくということになります。はい。で、もちろん扱う内容は、鑑定士の試験に、として重要であると思われる会計の内容ですね。会計学の内容になります。はい。一応、そういったところですね。あと、ちょっとまたこれも少し話が変わってしまうんですが、自己紹介ということで、ちょっと簡単に一言でいいかなと思うんですが、私個人的にはですね、不動産鑑定士という試験受験経験ありませんので、もちろん鑑定士ではありません。で、私もう50代なんですけどね、ちょうどバブルの時代ですね、バブルの時代
に大学生を過ごしてきたんですけどね、50代で、で私もう何十年も前ですね、20年以上前ですね、25年ぐらい前に、税理士の試験ですね、まあ、一応合格をして、家に症状は来てるんですね、まあ、探せば見つかると思うんですが、ちょっとどっか行っちゃったかなと思って、まあまあ、部屋中探していけば、まあ、どっか多分押し入れかなんかにしまってあるのかなと思いますけどね、まあ、昔は税理士試験というものに合格をしまして、でそのなんかこう症状みたいなのが来ました。もう25年ぐらい前ですね。ちょっとあれですが、で、なんかはっきりセリフは覚えてないですが、なんか、貴殿は合格しましたとか、多分そんなようなコメントが書いてあったかなと思うんですけどね。でただ、税理士試験にはまあ一応合格はしているんですけれども、税理士と名乗ることはできません。でなぜかというと実務経験がないからなんですね。ですから、まあ、ちょっと話変わるんですが、税理士という試験は、まあ、受かっただけでは税理士と名乗ることはできなくて、まあ、合格の前でもいいんですけどね、合格する前、前、あとどっちでもいいんですが、最低2年間だったはずですね。最低2年間は実務経験が必要になってしまうので、それは私ないんで、実務経験がないもんですから、その税理士登録ができないということなんですね。私はこのレックという会社に入ってからもう約30年経ちます。鑑定士試験以外にも普段は、例えば公務員試験、まあ、メインではそういった公務員試験とか、あと中小企業診断士試験とか、いろんな試験で担当しております。で通算、まあ、レックにで働いてからもう30年経つんですね。だいたい30年ぐらいです。でずっとレックで、仕事をしてますんでね。ですから税理士としての実務経験がないもんですから、その税理士って名乗ることはできないんですね。ただまあもう何十年も前なんで、もう昔になりますけどね、まあ、一応、若い時は会計を一生懸命一応これでも勉強したつもりで、まあ、一応ですね、税理士の試験には合格をしております。ただ私が勉強したそれこそもう25年、まあ勉強始めたのも30年ぐらい前ですかね、その頃と今の会計って実はもう結構変わってるところがあります。私が、まあ、大学生の頃ですね、こういうふうに教わってきたんだけどということで、昔と今は本当に会計で変わっちゃいましたね。結構大胆に変わったなという感じもするんですけどね。まあ、皆さんは昔のことはあまり知らなくてもいいんですけどね、今の会計基準を覚えていただければいいんですけどね、はい。まあ、一応私はそう、まあ、私のまあ簡単な経歴というか略歴ですね、そういう感じです、はい。であとちょっとまたさらに話が変わるんですが、でこれからちょっともうそろそろ内容の方に移っていきたいと思うんですが、会計学という科目ですね。でこれは、まあ、通常だと、鑑定士試験、まあ、3日間ですね、論文式は3日間あって、2日目になりますかね、2日目の、まあ、午前中に設定されてますけどね。で、まあ、いわゆる教養試験といいますか、この民法だとか経済学とか会計学、まあ、この3つですね、まあ、もちろん一番大事なのは鑑定評価理論なんでしょうけど、やっぱりこの会計学という科目なんですね。会計学という科目はこの、論文式4科目あります。民法ですね、民法、経済学、ですから会計学、それからまあ鑑定評価理論ですかね。その論文式の4科目の中で、まあ、当然鑑定評価理論、これ一番ウエイトが高いというか、まあ、ウエイトが重い、まあ、科目であるんですけれども、鑑定評価理論に多分一番近いのが会計学だと思います。教養試験3科目の中で、この経済、まあ、民法、経済学、会計学3科目、この3科目を通常受験生たちはこう教養試験と言っているようなところがあるようですね。まあ、別にこれ正式な名称ではないかと思うんですが、でその民法、経済学、会計学、この、まあ、いわゆる教養、まあ、教養試験というか、まあ、教養科目ですね、教養科目、この教養科目の中で鑑定評価理論に一番近いのが会計学で、何が近いかというと、やっぱり会計学、まあ、これから内容の方に少しずつ移っていきますが、とにかくやっぱり暗記なんですよ。覚えるということがもう絶対です。でこれは、まあ、私は聞いた話ではあるんですが、その鑑定士の先生とかやっぱり鑑定評価理論も暗記、とにかく特にその受験時代ですね、受験生の時はとにかく暗記暗記ということ で、それでやっぱ近いんですよね。ですから会計学もとにかく暗記をしないといけないということで、まあ、これからいろんな会計学の、まあ、会計の基準があるんですね。ですから会計というのはとにかく暗記なんだということなんですよ、勉強は。でこの暗記っていうのが皆さんにとっては相当やっぱ負担になる、
っていうような感じですね。ですから教養試験3科目、民法と経済学と会計学3科目の中で、私がいろいろと合格者の話を聞いても、あるいは受験生の話を伺っても、なんかこう会計学が、実際本番では結構皆さん点数取れるみたいなんですけど、勉強してる時はすごく嫌がっちゃうみたいですね。とにかくやっぱ暗記っていうのが、ちょっとやっぱ嫌だなという声は時々耳にします。で、確かに皆さんはですね、不動産のプロを目指す方々ですから、会計のプロではないんですよね。ですから私は先ほど言いましたように、若い時は一応その税理士試験なんていうのを一応勉強はしていて、やっぱり会計というものずっともう日々ですね、これでも朝から会計ってこうやってたんですね。でも皆さんはそうではない。皆さんは不動産の評価のプロフェッショナルを目指す方々になるわけなんで、会計に関するモチベーションがちょっと上がらないと、そんな声は時々合格者からでも、聞くことがあります。なんかこう会計学って、多少実務で使うことはありますよ、もちろん。でもあんまり使わないです、実際には。ですからそんなに皆さん将来鑑定士として、活躍するという時に、会計学の知識は多少使うことはありますけどね、でもそんなに多分使わないと思うんで、その使わない科目だと、将来ですね、会計学ってそんな使わないですから。ただその使わないのに一生懸命覚えなきゃいけないので、これが多分皆さんにとっては非常にやっぱりこう、苦労する科目なんだろうなと思います。ですから、ちょっと会計学は特に慣れるまで独特の表現があるので、慣れるまではどうしてもですね、こう嫌だなと思うことがあるかと思うんですけどね、なるべく講義中は、噛み砕いて説明したいと思いますんでね。で、講義を聞き終わったら、なるべく何回かこうたくさん繰り返して読んでいただいて、まず音読で結構です。声に出して読む。で、声に出して読んで、だんだん言葉として覚えていただきたいということなんですね。私はまた もうちょっと喋らせていただきたいんですが、やっぱりこの不動産鑑定士という試験、不動産の中で不動産系では最難関の国家試験だと言われてます。もちろんその通りだと思うんですけどね。やっぱりこの不動産鑑定士試験、私はそのいわゆる二次試験の時からずっとこういう、試験には指導に携わっているんですが、不動産鑑定士の試験何が難しいのかというと、これは私が考える難しさなんですが、やっぱりさっき言った民法と経済学と会計学、この3科目、いわゆる教養3科目と言われてるみたいですが、この3科目が全部性質がバラバラなんですよ。例えば法学部出身の人もいるかもしれない。で、法学部出身だったら民法は大学時代勉強してるかもしれない。で、経済学部出身の人であれば、経済はちょっと大学時代やってたのかもしれない。で、商学部とかであれば、会計ですね、やってた人いるかもしれませんけどね。それぞれ専門の科目、それぞれの一つ一つは専門性の高い科目で、みんなバラバラなんですね。バラバラです。だから例えば大学時代を思い出してもらいたいんですが、民法の教授ですね、民法の教授が経済学を教えるということはそれはありえない。逆もそうですね、経済学の先生が、経済学の教授がですね、民法を教えるなんてことはありえない。これ会計もそうですね、例えば経済学の教授、経済学の教授が会計学を教える、それはありえない。なんでありえないかというと、一つ一つが専門性高いからなんですよ。でもう本当にそれぞれ一つ一つの科目が全部言葉の使い方、表現の仕方全部違っちゃっているんで、だからその道その道のプロフェッショナルっていうのがいるんですね。で、それを皆さんは同時に勉強するということになるんで、相当辛いだろうなと思います。しかも、それにさらに鑑定評価理論、一番ウェイトが高い科目も乗っかってきますんで、感覚的な話で言うと、皆さんは民法と経済学と会計学と鑑定評価理論、この4つ、つまり4カ国ごと、例えばドイツ語とフランス語と、中国語と、イタリア語とか、なんかそういう4カ国語をいっぺんに勉強するような感じなので、多分相当トレーニングをしていかないとぐちゃぐちゃになるだろうなと思います。ですからまずは言葉の使い方という壁にぶち当たってしまうと。で、そこでもだんだん分かんなくなってきてしまうんで、もう嫌になってしまうっていうこともあるのかもしれない。で、とにかく会計学は実務、皆さんが鑑定士として活躍する上では正直あんま使わない科目です。使わない科目です。関係ない、正直言って。
会計学は公認会計士とか税理士ですね、そっちの会計のプロフェッショナルの人たちがいますんで、そっちの人たちはもちろん真剣に勉強しなきゃいけないですけど、皆さんは不動産のプロですから会計学は直接あまり使わない。ただお仕事をする上でやっぱり公認会計士の先生あるいは税理士の先生たちとも会話をするっていう経験が多分これからあるんだろうと思います。ですから皆さんが将来その不動産鑑定士という試験、ね、突破して、お仕事をする上で、公認会計士税理士そういう人たちと一緒にこうお仕事をするなんてこともあるかもしれないので、そういう時にやっぱ多少 会計に関する会話も、あった方がいいですね。ですから、まあ、その程度の理由なんだろうと思います。ですからあまり深入りはする必要ないんですが、とにかく会計学は覚える。で覚えるということは繰り返しの作業がやっぱり必要になるということで、そしてその繰り返しの作業の途中のところ、特に初期の段階ではどうしても嫌がっちゃいます。独特の表現を使うのでなんかこう分かりにくいなと。当たり前です、分かりにくくて。分かりやすいわけがないんです。さっきも言いましたけど、それぞれこれ本来は大学の教授が専門的に教える科目なんですよね。それが一回聞いて理解できるわけがないと思った方がいいです。ですから繰り返しのトレーニングが必要で、本当はこう紙に書きながらこうひたすら覚えるとかっていうのは、まあ作業としては必要かもしれませんが、なかなかそういう時間が取れないということであれば、音読ですね、音読をやっぱりお勧めします。実は私まあ50代なんですけどね、まだ子供ちっちゃいんですよ、まだ小学生で。で、まあ、もちろん子供、まあ、小学生というのは当然言葉は覚えてるんですが、もちろん赤ちゃんから生まれてきてだんだん、まあ、今2人子供がいて小学生なんですけどね、まあ、当然普通にもう言葉は喋ってます。ですから皆さんは、まあ、こういう例え方が、まあ、良くないのかもしれませんが、まだ会計学に関しては本当にまだ全然言葉も知らないし中身もわからない赤ちゃんかもしれない。でもそれが赤ちゃん見てるとそうなんですが、大人の、例えば私もそうなんですが、お父さんお母さんですね、まあ、親の言葉遣いって本当に子供を真似しますね。だから親が変な言葉遣いするとすぐ子供で真似するんで、あまり子供の前で変な言葉遣いできないんですけどね。でも真似してるうちに覚えてるんですよ。最初絶対分かってないと思いますよ、うちの子供見てても。中身なんて絶対分かんないだろう。でも中身のことは分かんない、言葉の意味なんて分からない。でも親が使ってる言葉をそのまま分かんないけど適当に喋ってるうちに、多分本人は自分のものにしちゃってるんだろうなと。おそらく皆さんがこれから勉強する会計学って多分そういう科目になると思います。ですから理解を先に進めようと、まず理解してその後に覚えようとすると相当大変だと思いますよ。どっちかというと逆でいいんじゃないのかなと。理解って後からついてくる、その前に適当、まあ適当という表現を使うとあれですが、まず言葉でこういろいろ自分で分かんなくていいから喋ってみる。そうするとなんとなく後からこの理解っていうのがこう追いついてくるというケースもあるということなんで、まあ、会計学ですね、各回終わった後、まあ、復習はしていただきたいんですが、この教材ですね、この後具体的に内容をお話をしますが、ここはできれば覚えてほしいと、なるべく正確に覚えてほしい、ここはあまり正確性はそこまで求めませんとかいろいろあるんですが、やっぱり重要だという表現ですね、そういったところは何回か音読をして、少し自分で喋ってみると、そうするとだったら後から、あ、なるほどこういうことだったんですねっていうのが分かってくることがある。特に会計学という科目は実はこれからだいぶ後の回で勉強する内容が先にちょっとポロポロとこう出てきちゃうこともあるんですね。でそうするともう余計分かんなくなるということになっちゃうので、いきなり一つ一つの言葉の意味、中身、内容を一個一個全部理解しながら進めようとはしない方がいいです。最初はもう部分的にわからない、要するに後で勉強する内容、後で深く勉強する内容が先にちょっとポロポロっとこう前の方の回で出てきちゃうことってあるんですね。そういう時はもう思い切って飛ばすと、まあ、言葉だけちょっと少しなんとなく記憶して、あとはもう飛ばしてしまうということも必要かと思います。とにかくやっぱり覚えるという作業、最終的には暗記です。会計学は暗記になりますんでね。で暗記は繰り返しです。暗記は繰り返し、最初は辛いと思うんですが、とにかく少しこう音読をしてみて、まあ分からなくてもいいですが、とりあえず なんとなく、まあ、こんな感じかなということでこう音読をしてみる。でちょっと皆さんに特に音読ですね、音読という話をしてるんですが、一番最初に
言葉の使い方を間違えて覚えてしまうと、それがずっと定着しますからね。だから私が使った表現でなるべく覚えてほしいんですよ。ですから先ほども言いました、まあ親と、まあ赤ちゃんじゃないんですけどね、親の使ってる言葉をそのまま真似してほしいんですね。でないと皆さんがいきなり自分の言葉で覚えようとすると、その言葉の使い方が曖昧だったりすることがあるので、なるべく最初の段階は意味が分かんなくてもいいですから、正確な表現で音読をする。そうすると後から理解がついてくるということがあるので、いきなり曖昧な表現で覚えちゃうと、その表現で覚えちゃうことがあるので、あまりちょっと点数が伸びなかったりします。なるべく答案って正確に書かないといけないので、なるべく初期の段階から正確な表現、特に重要な言葉です、重要なフレーズですね、重要なフレーズはなるべく初期の段階から正確に覚えていただきたいと思うんですね、はい、とにかく覚える、暗記が中心です。で、重要な、特に重要なフレーズですね、重要なフレーズは覚えていただきたいということですね。ではちょっと今20分ぐらい経ったんですが、前置きはそれぐらいにしまして、中身の方ですね、テキストの方で、まあ、箸書きとか、目次ですね、まあ、その辺は飛ばしていただいて結構です。で、ちょっともう中身の方ですね、1ページ目、テキストの1ページ目ですね、ちょっと写していきますが、ちょっとプレゼンターの方ですね、切り替えていきたいと思います。で、会計学、まあ、総論は1番目ということで、まあ、第1章になりますね、第1章。で、まあ、本章で学習することということで、この辺は特にあまり気にしなくていいです。まあ、こんなことやるんですよということで、別にまあ前置きなんで。で、ちょっとここは飛ばしていきたいと思います。で、とりあえず会計学総論ということで、とりあえず今日は1回目ということで、会計ってこんなものですよということをお話をしていきたいと思います。で、まあ、その下ですね、会計ということで、で、この辺はいいです。ちょっとそのまま下がっていただいて、まあ、会計とはということで、もうこれもいらないと思います。この辺はですね。まあ、会計とはということで、特定組織の経済活動を貨幣学で記録、計算し、その結果を利害関係者の報告システムのことを言うと。で、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、はい、もう今の一文で多分わからないと思います。今の一文覚える必要ないんですが、会計とはって、会計は会計でしょっていう、その通りなんですね。普段会計っていうのは多分言葉自体は知ってると思います。会計会計ということで、会計なんて先生会計でしょでいいんですけども、学者たちが考えるとこうやっていちいち定義をしなきゃいけないので、定義は難しいんですよ。難しいです、定義っていうのは。言葉の意味ですね。で、まあ、これは覚える必要ないんですが、ただ先ほども言いました、やっぱり定義っていうのは正確に覚えてほしい、まあ、今の内容は覚える必要ないんですけどね、定義は正確に覚えてほしいので、なるべく初期の段階で正確にこう文章を音読するというような感じですね。なるべくそういうふうな形の学習スタイルを取っておいた方がいいかなと思いますね、はい、で、もう一回ちょっとプレゼンター切り替えますが、もうここはいらないです。会計とは、まあ、これを皆さんに書かせることはない、ね、会計とは何ですか。そんな問題は鑑定士の試験ではないはずですから、ここはもうやらなくていいと思いますね、はい。でちょっと2ページ目ですかね。で、これも多分直接は試験に出ないと思うんですが、会計の種類ということで、で実は、ちょっとさかで、これはもう参考です。直接多分試験に出ることはないと思うんですが、ですね、ちょっと次のページで詳しく説明したいと思うんですが、ですね、会計というのは、ちょっと上からやった方がいいですかね。会計の種類ですね。まあ、いろんな、実は会計といっても、いろんな種類があるんですね。で、まあ、普通私たちが一番有名なというか、まあ、一番多い会計がこれ、企業が行っている会計で、言葉自体企業会計、企業会計、ね、企業がやってる会計です。まあ、営利、まあ、会社っていうのは営利を追求しますね、まあ、営利会計。あとは非営利会計なんていうのもあります。あまり覚える必要ないと思うんですね。まあ、会計をした行う主体が営利組織であれば企業会計、他方非営利組織ですね、非営利組織ということで、利益を目的としていない、利益を獲得することを目的としていない、例えば NPO 法人だとか、あるいは自治体ですね、役所、お役所ですね。お役所っていうのは別に税金ですね、我々の税金でお仕事をしているという形なんで、別に利益を出そうってことでもないんですね。ですから、まあ、そういう例えば、役所がやってる会計だとか、
から、あとは、NPO ですね。NPO の、まあ、法人みたいなものを、こういろいろね、会計なんでやったりすることもあります。ただ、まあ、そういうことはもう考えなくていいということなんですね。そういうことは考えなくていいですよと。あくまでも皆さんがこれから勉強する会計は、企業がやる会計、営利を追求する、まあ、会社ですね。会社です。で、さらに、この企業の会計ですね。まあ、会社がやってる会計ですね。企業がやってる会計は、財務会計と管理会計に分かれるんですよ。で、ちょっと詳しくは次のページでやります。今は別にそんな覚える必要ないんですが、財務会計っていうのは、これは、報告主体で分けてるんですが、報告主体が外部の利害関係者に報告をするっていうのは財務会計で言います。だから、財務会計のことを外部の利害関係者に報告するんで、外部報告会計なんていう人もいるんですけどね。で、実は鑑定士の試験っていうのは、ごくごく例外で、まあ、管理会計が出たことも過去にはあるんですが、ほとんど基本は財務会計です。これが鑑定士の試験なんですね。で、ただその外部の利害関係者に報告をする、これは財務会計というんですが、ただそれだけではなくて、まあ、非常に珍しいケースなんですが、過去には一応管理会計が出たこともあるんですね。管理会計というのは内部の利害関係者に報告する、これちょっとまた後で詳しく説明します。とりあえず企業がやる会計というのは財務会計と管理会計の2つに分かれるんですよというね。で、さらに財務会計というのは、まあ、外部に報告をする会計なんですが、制度にのっとった会計と制度にのっとらない会計と、さらに2つに分かれるということですね。で、そのような考え方で、これは直接試験に出ることはないと思いますが、基本皆さんは財務会計というのを勉強します。財務会計、ちょっと次のページでまた詳しくやりますが、財務会計は外部の、まあ、利害関係者っていうんですかね、外部の人に報告をするっていうのは会計です。で、外部に報告するんだから、当然ルールが必要ですよ。まあ、言い方変えれば、勝手なことは許しませんと。うちの会社はこうやります。いや、先生、うちの会社はこうやる。いや、うちの会社はこんなこと、ルールとしてはダメですから、勝手なことは許しませんということなんで、社会的な規制がかけられるんですね。ただ、最近はですね、これ、こっちの非制度会計というものも、実はあって、この IR というインベスターリレーションですね、 IR というのもあるんですが、ただ財務会計、外部に報告するのは通常は制度にのっとった会計なので、まあ制度会計だと。昔はですね、財務会計と制度会計はみんな同じように使ってました、言葉として。要するに財務会計というのは制度に、外部に報告するんで、当然社会的なルール規制にがあるんだ、だから制度会計なんだ、つまり財務会計は今までは制度会計と同じ意味で使ってることが多かったんですが、最近はこの、まあ、覚えなくていいんですが IR っていうのが出てきていて、そこから制度に基づかない会計なんていうのもちょっと出てきちゃったんで、今ちょっとこう2つに分けているんですが、社会的な規制があるんですかないんですかというね。で、基本はこっちです。皆さんが勉強するのは社会的な規制がある中で制度会計、要するに制度にのっとった会計なんですね。で、社会的な規制って具体的に何かというと、法律があるんですよ、会計って。で、具体的には金融商品取引法という法律と、会社法という法律と、税法という法律があるんですね。で、それぞれに基づく会計というのがあるんです。金融商品取引法の会計、会社法に基づく会計、税法に基づく会計、まあ、税務会計ですね。で、3つの法律があって、それぞれこう会計というのがあるんですけれども、皆さん鑑定士の受験生はほとんどこれだけ勉強すれば、金融商品取引法に基づく会計、まあ、会社法に基づく会計というのはあるんですが、まあ、まれにちょっとこれ顔出してくることはあるんですが、ほとんどこれないです。だから会社法というのは、まあ、多少は出ることはあるんですが、まあ、あんまり考えなくていい。で、税法はほぼ 100% ないと思っていいです。税法、まあ、税務ね、税法に基づく会計、いわゆる税務会計というんですが、税務会計が鑑定士の試験で出るわけがないということで、ここはもう 100% 切ってもらってもいいかなと。だから9対1対0みたいな、まあ、そんな大体そのぐらいかなとは思うんですが、まあ、とりあえずほとんどが金融商品取引法会計というのをこれから勉強するということですね。で、ちなみにこの非制度会計覚えなくていいんですが、インベスターリレーションズなんていうことで、皆さん、
ね、社会人としてこの IR なんて結構もう有名なんで、だいぶ以前から IR ということでインベスターリレーションズの略なんですけどね、これは覚えなくていいんですが、インベスターリレーションズ、まあ、直訳してしまうとインベスターって投資家のことなんですね。インベスターが投資家でリレーションズって関係なんですね。それ投資家との関係みたいな、投資家との関係なんですね。インベスターリレーションズ IR IR って言います。でこれは企業が自主的に、要するにルールじゃないんですよ、自分で、まあ、勝手にという言い方したんですが、自分が勝手にやってる会計なんですね。会計というか、まあ、報告なんですね。具体的には、例えばいろんな会社があってホームページ皆さん大体持ってると思います。ホームページ上で例えばメーカーさんが例えば新製品なんていうものを例えばホームページ上で公開すると、ね、まあ、ある種の広報活動にちょっと近いのかなと思うんですね。で覚えなくていいんですが、なんでこれがインベスターリレーションズになるかというと、新製品をホームページ上に公開をする、どういうことになるかというと、まあ、製品にもよりますけれども、株が上がったりすることがあるんですよ。そこの会社、ああいいなと、ああこの製品、この新しい製品ですね、新しい製品をホームページ上で公開をする、ああなんかすごく魅力的だな、そうするとそこの会社の株が上がったりする、そうするとその会社の株を持っている投資家たちは喜ぶわけですね。やったということで、株が上がった、自分が持っているそこの会社の株を持っている投資家の人たちは喜んだりするわけで、投資家との関係がすごくうまくいったりするんですね。ですからインベスターリレーションズということで、まあ、直訳するとインベスター投資家、リレーションズ関係ということで、投資家との関係ということなんですが具体的には新しい製品が出来上がったらホームページ上でそれを公開する、するとそこの会社の株が上がる、株、まあ、株価ですね、株価が上がるということは投資家、そこの会社の株を持っている投資家の人たちはすごく嬉しくなるんで、すごくいい関係ができますよみたいなことで、これを外部、ね、外部に報告をするということで、このホームページというものを使って外部に報告するね、新しい製品をホームページというものを使いながら外部の人に報告をするんで、まあ一応財務会計、外部に報告するんで IR ですね、まあ、これも一応外部の人に報告をするということで、まあ一応財務会計の中に入れるんですけれども、ただこれは自主的にやってるものであって、制度に基づかない、だからまあ勝手にという言い方したらですが、 IR っていう IR の活動っていうのは別に会社が勝手にやってるだけですからね。ですからまあ普通はそれは考えなくていいと。だから財務会計というのは外部に報告する、外部に報告をする会計はほとんど制度に基づく会計なんですね。だから大体同義語です、同じ、大体同じ意味で使っていただいて間違いないです。若干まあここのね、最近はこれがあるんで、まあ、全く一緒という扱いはちょっとできないのはできないんですが、ほとんど同じ意味になります。ですから財務会計というのは外部に報告をする会計、外部に報告をするということなんで、社会的なルールが必要だということで制度会計、要するに財務会計というのは結局制度に基づく会計ということになるので、制度会計と財務会計というのは同じような意味ですね。ただちょっと細かいことを言うと、最近は IR の活動なんていうのができてきたんで、まあ、全く一緒ではないと、財務会計と制度会計は全く一緒というわけではないんですけどね。はい、まあいろいろと会計会計といっても、まあ、いろんな会計がありますけれどもね、まあ、とりあえず財務会計、外部に報告をする会計で、それは、まあ、IR はちょっと今あまり考えなくていいかなと思います。ですから財務会計というのは外部に報告をする会計のこと、そしてそれは制度が必要なので制度会計だということで、これとこれは同じ意味ですよというとね。であとはちょっとこのままやらなくていいと思います、まあ、会計はということで、まあ、企業会計ですね。企業会計というのは企業がやる会計も、それはそれでいいです、企業がやってる会計ですね。ここは覚える必要ないので、それぐらいで押さえてもらって結構です。会社がやってる会計、これを企業会計というとね。でちょっと次のページなんですが3ページ目ですね。はい、で一方これも覚える必要ないんですが、非営利会計ということで、非営利会計は営利を目的としない組織ということで、例えば観光庁と、まあ、要するにお役所ですね、お役所がやっているような会計もあります。それから宗教法人、学校法人だとか、あとは、NPO 団体ですね、まあ、非営利ということで、まあ、いろいろあります、非営利会計ということで。
ただこの非営利会計、例えばお役所がやってるような会計ですね、そういったものっていうのは皆さんは覚える必要ないですね。鑑定士の試験で出る話ではないはずですから、ここはもう皆さんは考えなくていいと思います。ですから前のページでやったように、皆さんがこれから勉強するのは企業会計ですね。企業会計、企業会計ということになりますね。はい、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、とりあえずユニット1は、そこまで、ね、そこまでになります。はい、ではちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取って、まあ、少し、まあ一呼吸置いてからまた今度その下ですね、財務会計とかに結構この辺はちょっと覚えてほしいところがあるので、ちょっと一呼吸を置いてブレイクタイムを挟んで今度、次の内容ですね、次の内容の方に移っていきたいと思います。ちょっと一旦ここで、ユニット1ということになるんですが、ユニット1は終了ということで、ちょっと一旦ここでブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いてユニット2に移ります。ではテキストをそのまま続きでちょっとプレゼンターの方を切り替えたいと思うんですが、でここは覚えてください。財務会計と管理会計ですね、この違い、この違いですね。特に財務会計中心なんですが、で、このテキストは時々こういうアンダーライン、線ですね、線が引いてあるところがあります。でこれは私の方で、自分でこう線を引いてきたんですけどね。でさらにこの線を引いてあるんですが、この点点点点点と点線ですね、点線とあとはちょっと別のところにもあるんですが、こう実線で引かれているものがあるんですね。で、この点線の部分はこれはですね、多少はですね、表現が少し曖昧になっても仕方ないかなと思うところです。ですからこの財務会計とはって書いてありますけどね、でこの辺は全部こう点線になっているんで、この辺はちょっと部分的に多少こう自分の表現、自己流表現というか自分で理解した表現ですね、その辺が少しこう部分的に入ってきても問題ない。でちょっとモニター切り替えちゃいますが、はい、で本来は今日冒頭でお話をしたように、会計学はとにかく暗記、ちょっと耳が痛いかもしれませんが、やっぱり暗記なんですね。で暗記なんで、なるべく正確に覚えた方が安全です。で特に定義ですね、何々とはってこれは定義です。何々とはっていう、これが定義なんですが、定義はやっぱり正確に覚えてほしいんですよ。覚えてほしいんですが、でもあれ先生、これあれでも財務会計とはって、これなんか今先生点点点って書いてあるじゃん、で確かに正確に覚えられるんだったら覚えた方がいいですよ。もちろんもちろん点点点という点線ですね、それが実践の部分もあるんですが、全部正確に覚えられるならベストですよ。それがもう当たり前ですが、当然ベストなんです。たださすがに全部正確に覚えるのは難しいだろうなということなんで、この財務会計とはというこの内容ですね。でこの内容自体は正直重要度として、全体の中での重要度としてはそれほど高くない。だから、ここは多少ですね、先ほども言いました部分的にちょっと自分で理解した表現が入ってきても、大丈夫かなと思います。あとはこの財務会計とはっていう、また後でちょっと移していきますが、この内容ってその会計基準っていう基準、いろんな種類がたくさんの会計基準であるんですが、その会計基準に出ている言葉じゃないんですよ。で会計基準に出ている言葉はやっぱり正確に覚えた方がいいです。でちょっとこれは間違ってたら申し訳ないですが、鑑定評価理論、基準があると思うんですが、あれと同じだと思います。要するに鑑定評価理論にこういろいろこう基準がこう記載されていて、なるべく多分それは正確に覚えた方がいいって言われてるんじゃないのかなと思います。ですからその鑑定評価理論で、教わる鑑定基準、鑑定評価基準っていうんですかね、それと同じで会計基準っていうのもあるんですよ。でそこの表現はやっぱり正確に覚えてほしいんですね。ですから会計基準、会計基準、今日は出てこないと思う、今日は1回目で出てこないと思うんですが、会計基準に出ている言葉っていうのは正確に覚えてほしい、正確に覚えてほしい、会計基準でね。でも今ちょっとこれからまた詳しく中身説明しますが、財務会計とは、財務会計とは確かに定義なんだけれども、これは会計基準に書いてあるオフィシャルな定義じゃないんですよ。だから会計っていろんな先生がたくさん本を出版されてますけれども、本によってここの部分は表現の仕方違います。例えば A という教授はこういうふうに、 B という教授こういうふうに表現している。
C という教授はこういうふうに表現して、教授によって表現の仕方が違う。だから皆さんもがっちりここの表現をそのまま覚える必要はないということですね。多少自分の表現が入ってきても大丈夫です。ですからもちろん正確に覚えられるんだったら正確に覚えた方がいいんですよ。一番この教科書通り、変な言い方ですけど、もちろんあれですよ、ダメなんですけど、本番の試験でレックの教科書、この教材、この合格、基礎講座ね、この合格基礎講座で使っている、この教材ですね、この教材を、本番の試験の会場ですねに行って持ち込みかですね、持ち込むダメですけどね、実はダメなんですけど、持ち込みかだったら十分合格点取れるはずですよ。ただ持ち込みはそう言っても先生できないじゃないですけど、もちろんできないんですけどね。だからなるべくだったらこの合格基礎講座の中で使っているテキストでね、この合格基礎テキストの表現はなるべく正確に覚えられるならベストです。それはもう間違いなくベスト。ただでもさ、先生難しいんだよねと、会計を覚えるのは大変なんだよねと、なんかこうさっきも言いました、モチベーションが上がらないって言われちゃいます。確かに皆さんは会計のプロじゃないんで、鑑定士ですけどね、ちょっと会計学って言われてもちょっと、なかなかモチベーションが上がらない、どうしてもそういう面があるのかもしれない。その辺は致し方がない部分あるのかなと思います。でそういうことでもう一回ちょっとモニター切り替えますが、この財務会計とはという、本当は定義だから正確に覚えてほしいんですが、ただこの辺は会計基準にある定義ではないので、多少こう部分的にちょっと自分の言葉入れても大丈夫かなと思います。でちょっと読んでいきます。財務会計と、財務会計は外部の利害関係者、利害関係者、利害関係者に報告をするという会計ですね。でちょっと読んでいきます。財務会計とは企業の経済活動を貨幣額で記録計算し、その結果、すなわちってことなんですけどね、その結果企業の財政状態だとか経営成績だとかキャッシュフローの状況などを財務諸表、これは書類なんですが、財務諸表という紙なんですが、財務諸表という紙を作って、書類を作って外部の利害関係者に報告をするんですよということですね。この辺はさすがにちょっとざっくりでいいかなと思います。財務会計とは企業の経済活動、貨幣額で記録計算し、ちょっと難しいですね。たださすがにお金で記録する、間違いではないですけどね、お金で記録するんだ、ちょっとこれだと少し大雑把すぎるかなというところもあるんですが、とりあえず貨幣というものを使いながら、企業の経済活動というものを、記録して計算して、でその結果ですね、財政状態がどうなってる、経営成績がどうなってる、キャッシュフローの状況がどうなってる、そんなものを財務諸表というものを使って利害関係者、特に財務会計は外部に報告をするということが目的ですから、外部の利害関係者に報告をするという仕組みなんだというね。で今出てきたこの外部の利害関係者って誰ということなんですが、これは株主中心なんですが、株主だけではなくて債権者だとか政府、こういう人たちも会社とこの企業ですね、会社と利害関係持ってますんでね、ですからいろいろあります。で他にも言いますよ、覚える必要ないんですが、例えば株主、債権者、政府等、等々でね、他に誰がいるんですかっていうことなんですが、覚える必要は全然ないんですけども、例えばちょっとモニター切り替えちゃいますが、外部の利害関係者っていうと、例えばその会社の中で働いている従業員の人たち、こういう人たちですね、要するに会社とは別の主体だということで、従業員なんかも考えていただいて結構です。それから会社の、近くに住んでいる住民ですね、例えばそういう人が利害関係を持つということもあります。あるいは一般的な消費者ですね、消費者が例えば、洗濯機を買った消費者、それがその洗濯機を作ってるメーカーですね、洗濯機を作ってるメーカーと洗濯機を買ったお客様っていうのはやっぱり利害関係って持ってますから、ですからそういう消費者なんかも広く言うと外部の利害関係者に該当します。ですから外部の利害関係者、外部っていうのは会社以外の外部という会社ですね、例えば A という会社があって、その A という会社のそれ以外が全部外部という扱いになる。だから外部の利害関係を持ってるね、
利害関係を持っている。例えば赤ちゃんはさすがないと思いますよ。いやいや先生、赤ちゃんだって、洗濯機を作ってるメーカーと利害関係あるんじゃないですかと、まああるかもしれませんけどね。でもまああまりそれは普通はあまり考えないかなと思うんですけどね。ただ利害関係を持ってる人っていうのはここに書いてある以外にもたくさんいますよというね。例えば消費者だとか従業員とかそういう人たちも利害関係を持つという。ただ覚えなくていい、覚えなくていいですけどね。で、もう一回戻っちゃいますが、テキストですね。やっぱり外部の利害関係者って言われて真っ先に浮かぶのが投資家の人たちなんです。株式を持ってる株主さんたちは企業の外にいる利害関係者としては筆頭に挙げられると思います。筆頭ですね。一番大事な利害関係者です。で、それだけではなくて、例えば銀行さんですね。銀行さんがお金を貸しているなんていうケースもあるかもしれない。のと債権者っていうことなんでね。債権者ってお金を貸してくれてる人たちのね。例えば銀行さんですね。でそんなのも利害関係を持つということになります。それから政府に対しては会社って税金を納めなきゃいけない。税金ですね。法人税みたいな、まあ、税金ですね。だからまあ税金を納める。まあ、そういう意味で政府との間でもやっぱり利害関係を持つということになるわけですね。まあいろいろ利害関係者いますよ。ただ皆さんが意識してほしい利害関係者ってこの2人です。株主さんたちと債権者さん。この2人が中心だと思っておいてください。で、ちょっとその人ね、例えばある A という会社があった。で、株主さんだとか債権者、まあ政府なんかも利害関係を持ちますが、この A という会社が財務諸表というものを決算、まあ会社が決算するんですが、会社が決算をやった結果として財務諸表っていうのを作るんですね。で、これ皆さん初めて聞いたんじゃないのかなと思うんですが、財務諸表っていうのはいくつかのこの1234ってこう一枚一枚の書類です。一枚一枚の書類の束みたいな感じで財務諸表ということで、まあ財務でね、会社の財務に関する、まあ、財務諸表ということで、これらは一枚一枚の書類になってるんですね。まあ、これから説明しますが、貸借対照表とか損益計算書とか株主配当変動計算書とかキャッシュフロー計算書とか、こういういくつかの書類があるんですね。で、この書類をまとめて財務諸表って言ったわけです。まとめて財務諸表って言うんですよっていうことね。で、これを会社が決算をやって作るんですよ。貸借対照表を作ったり、損益計算書を作ったり、株主配当変動計算書を作ったり、キャッシュフロー計算書を作ったり。で、作ったらどうするかって言ったら、この人たちに報告をするということを、株主さんたちとか、まあ、債権者に報告をするという感じですね。はい。で、まあ、今詳しく覚えなくてもいいんですが、この4つ。貸借対照表。貸借対照表っていうのは期末の段階、まあ、決算ですね。決算の時の財政状態。で、損益計算書っていうのは1年間、例えば4月から3月の1年間で経営成績がどれくらい、まあ、利益なんですね。会社の利益のことなんですが。で、株主配当変動計算書っていうのはこれも1年間、例えば4月から3月の1年間で、まあ、株主資本っていうんですかね。株主資本がどれくらい変動してるか。あとキャッシュフロー計算書ということで、これも1年間で、例えば4月から3月の1年間。1年間で株主資本がどれくらい変動したかっていう、ごめんなさい、キャッシュフロー計算書ですね。キャッシュフロー計算書ということで、1年間でお金の流れですね。まあ、キャッシュなんですが、キャッシュが増えたり、キャッシュが減ったりするということで、キャッシュフロー計算書ということで、まあ、1年間でどれくらいお金が、まあ、キャッシュが増えたり減ったりする。まあ、こんな4つ、この4つが中心になります。で、中でも上の2つがですね、まあ、大事だとは言われてるんですが、まあ、一応こんなものを作りますよっていうことね。で、これが財務諸表って言います。はい、まあ、一応4枚あるということで、まあ、ちょっとこれは長いですけどね、株主資本等、しかもこの等が入るんで、ちょっと難しいですね、株主資本等変動計算書ということで、まあ、できればこの4つの種類、特にこの上の2つは非常に重要な財務諸表だって言われてるんで、まあ、できればこの4つですね、4つが中心になるので、まあ、一応意識しておいてください、はい、で、この4つですね、この4つをまとめて財務諸表と言って、この人たちに報告をしますよと、株主さんだとか債権者に報告をするみたいな感じになります。で、これを財務会計って言って、財務会計って言ってます。で、それに対してちょっと次のページだね。で、今度は4ページ目のところで管理会計というのがあるね。で、これも点々点々と書いてあります。
で、この辺もですね、まあ、ある程度でいいかなと思います。もちろんですね、繰り返しになっちゃいますが、正確に覚えられるんだったらもちろん正確な方がいいに決まってるんですけども、ちょっとさすがにこの辺までは覚えるのはちょっと大変かなと思いますね。管理会計というのは、まあ、大体でいいかなと思います。はい。で、管理会計ということで、管理会計はさっきの財務会計とは違って、企業の内部に目を向ける、内部の人に報告をするというような会計です。例えば典型的には上司が部下、あるいは部下が上司、どっちでもいいです。内部にいる人たち、内部、会社の内部にいる人たち同士の間でって感じですね。でその中で、まあ、報告をするというのが管理会計、管理会計と言います。例えばうちの社長ですね。うちの社長が部下に対して経営方針だとか、経営計画を設定しということで、これを例えば部下に報告をすると、あるいは部下の方から1年間の結果ですね、例えば営業成績、うちの会社の営業成績みたいなものを上司に報告する、どっちでもいいです。要するに内部の人たち同士でこう情報が交換されているみたいな、会計に関する情報ですけどね、会計に関する情報が内部にいる人たち同士の間で交換されれば管理会計と言います。管理会計ですね。例えば、まあ、上司から部下、まあ、逆でもいいです。部下から上司でもいいんですが、とにかく一つの会社の中にいるということが大事で、例えば部下から上司に対して、今年1年間振り返ってうちの売上の状況、それからライバル企業との比較でうちはどれくらい伸び率が高くなっているかとか、まあ、いろんなものがあるわけです。で、この管理会計というのは、別にこれやんなくてもいいわけですね。別にやらなくてもいいわけなんで、別に管理会計は強制されてるわけじゃないんですね。あくまでも会社の中で自主的にやってるだけ。例えば部下が上司に対して売上が今年はいくら上がってますよ、でライバルと比べてマーケットシェアが何パーセントうちは増えてますよとか、それは別に任意でやってるだけですから、だから当然ルールもないんですよ。ルールはないです。だからうちの会社はうちの会社のやり方で、また別の会社は別の会社のやり方で報告をすればいいと、いうことですね。管理会計は勝手にという言葉使ったらおかしいのかもしれませんが、勝手に自分の会社の中で報告し合ってるだけの話ですから、一定のルールなんてあるわけないんですね。自分の中で、自分の会社の中で完結してる話なので、一定のルールみたいなものはないです。やりたいようにやればいい、やりたいようにやる。ところが前のページで説明した財務会計というのは、やりたいようにやればいいじゃダメなんですね。ですから、またすみません、ちょっと皆さんモニター見てるだけでいいかなと思うんですが、前のページね、こっちの財務会計はダメですよ。外部の利害関係者に報告をするんで、これはやりたいようにやればいいじゃなくて、この4つの書類ですね、貸借対照表だとか損益計算書だとか株主本当変動計算書だとかキャッシュフロー計算、これはみんな作るわけです。みんなこういう書類です。例えばトヨタとか日産とかホンダとか三菱とかでね、例えば自動車メーカーあるわけですね。みんな作ってるわけです、こういうの。これはもうルールだから作んなきゃいけないんですね。財務会計は外部の人に報告をするわけだから、勝手なことは許しませんよということなんで、ルールとしてこういうものをちゃんとみんなどこの会社も作りなさいっていうことね。それに対してまた、この4ページですかね、管理会計はルールはないです。なんでかって言ったら、これ自分の会社の中で報告し合ってるだけの話ですから、別に一定のルールなんてものはないですよと。自分の会社の中で勝手にフォーマットを作っちゃえばいいです。うちの会社こうやりますよとか、それで何も問題ない。別に外部に、むしろ外部に漏らさないですけどね、この売上の状況、ライバル企業との比較とか、別にそんなの外部に漏らすような話じゃないので、まあ、勝手に自分の会社の中でやってくれればいいということですね。ということで、まあ、一応管理会計ですね、まあ、定義もあります。ちょっとまあ2、3回ちょっと繰り返して読んでみて、まあ、この辺は点点点という点線になってるんで、まあ、部分的に少しこう自分の言葉を含めてもらって、ここは構わないです。で、ただそうなんですけど、この管理会計は皆さんこれからどんどん勉強を進めるようになってて、基本的にこれは今のところ覚えなくていいです。っていうのは管理会計じゃないです。皆さんが勉強するのは、前のページでやった 外部に報告をするということで、財務会計を皆さんが勉強するということなんですよ。ですからこの管理会計は勉強しません、普通は。
財務会計を皆さん勉強します。財務会計ですね。外部に報告をするということで、外部に報告をする、これを皆さんが勉強するということになるんですね。鑑定士、鑑定士の試験としては財務会計ですね。財務会計を勉強します、はい、でちょっとそのまま下がっていただいて、財務会計といいですか、これからずっともう財務会計です。外部に報告をします。で外部に報告をする、これさっきちょっと言ったかなと思うんですが、貸借対照表とか損益計算書とか株主資本等変動計算書とかキャッシュフロー計算書、こういう一枚一枚の書類の束ですね、これを財務諸表って言うんですよ。でこれ意外とめんどくさいので、漢字財務諸表ってめんどくさいので、フィナンシャルステートメンツ、まあ、ステートメンツですかね、F、まあ、スラッシュをつけて S ということで FS ということで、あのめんどくさいんで財務諸表、まあ、ちゃんと漢字で書いてもいいんですけどね、 FSFS って書いちゃうことがあります。ですいません、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、ここでちょっと受験をに、まあ、受験のことを睨んでということで、あのそう言っといて矛盾するんですけれども、あの皆さんこれから答案ですね、やっぱ記述試験ですから自分の手でこう文字を書いていかないといけないんですが、あの略字とかは基本的に使わない方がいいです。あの講義中はやっぱり、まあ、時間制約もあるんで、いろいろとですね、まあ、便宜で、例えば先ほど言った財務諸表ですね、財務諸表ということで F スラッシュでこう S ということで FSFS ということで、まあ、結構そういうの書いちゃう時もあるんですが、まあ皆さんが鑑定士の試験で、まあ、論文式ですね、論文式の試験を書くときに、あの問題文に書いてあればいいですよ。もちろん問題文に FS って書いてあればいいんですけども、問題文に書いてなかったらやっぱちゃんと日本語で書いておいた方が安全だろうなと思いますね。まあ読めば大体わかるんですけどね、だからまあ罰にはしないかなと思うんですが、まあ普通にちゃんと日本語で、まあ、漢字で財務諸表って書いておいた方がいいかなと思います。略字は基本的にダメですけどね、略字で答案を書くというのはダメですから、そこはやめておいた方がいいかなと思いますね。ただまあ一応講義中は例えばメモを取ったりするときに一時財務諸表なんてこう書いたりするのはちょっとどうかなというのがあるんで、面倒くさいんで FS って書いちゃうことがありますけどね。でこれはもう今日冒頭で言ってきたように慣れなんですよ、言葉なんで。とにかくだんだん喋ってると慣れてきますから、 FSFS ということで、まあ、ちょっと言いにくいですけどね、まあ、財務諸表ですね、 FS ということで、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、でこの財務諸表というのを会社が決算をやった結果として作んなきゃいけないね。で財務諸表というのは先ほど言ったいくつかの書類の、まあ、束になるんですが、ただその中でやっぱり、まあ、ちょっと次のページになりますが、貸借対照表とか損益計算書、この2つが中心なんですよ。ですからこの貸借対照表だとか損益計算書、この2つの書類ですね、これがこの財務諸表の中では中心的な地位を占めてますね。中心的な地位にありますんでね、貸借対照表、損益計算書、この辺をしっかりと覚えてほしいということなんですね。でちょっとそれで次のページなんですが、はい、5ページ目で、はい、で貸借対照表ということでバランスシートって BSBS って言います。 BSBS でね、でまあ時々ちょっとこれは私がコメントつけちゃったんですが、あの講師コメントということで、まあまあ、本当これはまあ参考ですね、まあ、BSBS って言います、まあ、だんだん慣れてほしいんですけどね。あのこれはでもあの合格者の人なんかと喋ってるケースもあるんですが、合格者なんかも BS なんて言ってる人いましたね。ですから、まあ、合格者の人たちももう言葉として慣れてるのかなと思うんですが、あのバランスシートって言います、貸借対照表英語でね、で BSBS って言うんですけどね。でちょっと貸借対照表というこの書類ですね、この書類についてちょっとお話をします。でちょっと一回見てみます。貸借対照表ってこういう書類なんですね、一枚の書類です。 BS ということでこういう一枚の書類で真ん中で区切れるんですね、左と右に分かれるという感じです。で真ん中で左と右に分かれるんですが、さらにこの右の、まあ、列というか、ここはさらにこう2つに分かれていて、こっちが負債、こっちが純資産というふうに分かれるんですね。で大きくだから左が全部資産なんですが、右が負債と純資産ということで3つにこう分かれているような感じで、これで全体で1枚、これがバランスシートと言います。 BSBS ということね。でまず
ちょっと上に戻っちゃいますが、このバランスシート、まあ、貸借対照表ですね、貸借対照表は期末時点での財政状態を表す。でこの財政状態、このこれもですね、この教科書テキストは太字、まあ、ゴシック体太字で、まあ、ゴシック体になっているところがあるんですが、このゴシック体はちょっとこれらこの全体を理解する上でのキーワードだと思っておいていただきたいので、この太字のところはやっぱちょっと意識して覚えるときはこの財政状態とかって太字のところは少し意識して、記憶しておいてもらいたいんですが、貸借対照表は期末時点の財政状態を表している。で財政状態っていうのは初めて聞いたかなと思うんですけどね、財政状態というのは会社の財産の金額みたいな、そんなイメージでいいです。つまり期末、これ会社の決算なんですが、決算の時にどれくらいの会社が財産持ってるか、それを財政状態と会計では呼んでます。財政状態。でその期末、まあ、期末の段階、決算で、ね、決算の段階で財産ですね、財産額の財産の多い会社は財政状態は良好だと、逆に 財産が少ない会社っていうのは財政状態は悪化している、そんな風にしてこう、まあ、判断できるんですね。はい、でこの財政状態、まあ、財産額なんですが、財政状態っていうのは何を見て財政状態って言ってるのかというと、この純資産なんですよ。で最近、まあ、使ってる言葉ではあるんですが、純資産つまり資産から負債を引いた差額で純粋な資産があるという感じです。ちょっとすいません、モニター切り替えちゃいますが、ちょっと純資産という言葉でちょっとつまずいちゃうかもしれませんが、皆さんのご家庭、ちょっと個人で皆さんのご家庭ですね、考えてもらいたいんですが、例えば貯金が3000万あると、すごいですね、貯金が3000万ある、ところが実は住宅ローンとかで今借金もあって、で借金は別にいくらでもいいですね、借金が2000万あると、貯金は3000万でも住宅ローンもろもろで2000万の借金があると、差額で1000万っていうことなんですね。そこがその家庭、まあ、例えば家庭のレベルで言うとそういう話をしているわけで、そのうちの、例えばうちの家族ですね、うちの家計が3000万の貯金があると、3000万の貯金、まあ、資産ですね、3000万円の貯金があって資産があるんだけれども、一方では2000万の住宅ローンを抱えちゃっていて借金ですね、借金が2000万あると、差額で1000万、これがうちの家計の純粋な、まあ、資産みたいな扱い、 純資産みたいな感じですね。これ会社も同じなんです。ということでちょっとプレゼンター切り替えちゃいますが、これ会社も一緒で、あの資産がまあいくらあるか、それとまあ借金みたいな負債がいくらあるか、この差額でもって純粋な資産というものを取られる。でこれをもって財政状態、この大きさをもって財政状態みたいに考えてます。でちょっと具体的に言うと、これ会社としてね、今例えば資産が300億円あると、ところが、まあ、借金みたいな感じで負債は100億円ある。この差額で200億円が純粋な資産ですよみたいな形なんですね。で、これを1枚のシートで書くんですね。で、右側の列なんです。まず右側からちょっと説明しますが、右側は大きく2つに分かれるんですね。まず上の部分が負債って言います。負債というのは例えば銀行からの借金みたいな、まあ、借り入れって言ったりするね。借金です。例えばちょっと上の数値を入れちゃいますが、借金、まあ、例えば100億円あるみたいな、ここが例えば、まあ、100億円、ちょっと単位は略しちゃいますが100億円ありますよって。で、まあ、これ株主からの資金提供だけではありません。あの利益として、例えば今までのずっと積み重ねで利益をですね、会社の中に取ってあるケースもあるんで、そういうのも全部含まれるんですが、例えば200億円ですね、ちょっと面積と金額がちょっと金額がうまく合わないんですが、こっちが200億円例えば株主からお金を集めてきた、で合計で300億円、だからこれが右の列が資金の調達源泉なんて言われたりします。ですからここが合計でお金を300億集めてきましたよみたいな感じですね。まず右の列、右の列っていうのは、まあ、貸借対照表 BS ですね。貸借対照表の右の列というのは、まあ、2つに分かれるんですが、上、必ず上が負債なんです。
その下が純資産と呼ばれていて、要するに株主からお金を集めてきたとか、まあ、そんな感じです。で、合計で300億お金がまあ集まってきたみたいな、そんな感じです。で、この合計でお金を集めてきた、今300億円お金を集めてきたんですが、それをこの左の列に移っていただいて、資産という形でそれをどう運用したのかっていうことなんですよ。だからこっちもトータルで300億になってるはずなんです。だからこの300億ということで、まあ、左の列と右の列は金額で必ず一緒になるんですよ。で、例えばこの300億のお金を集めてきた、で、そのうち例えば何億円は現金で持って、そのまま現金で持ってたり、あるいは口座に預ける預金で持ってたり、それから商品を仕入れてきたり、建物を建てたり、土地を買ったりとか、いろいろとこう全部これ資産ということになるんですね。ということで、貸借対照表というのは、この左と右が合計で合う、同じ金額で合うようにできています。で、この1枚のシートを持って貸借対照表という言い方をしているんですね。そしてそれは、結局のところ、左の列が資産です。で、右の列の方が負債。で、資産と負債の差額で、この純資産というものが必ず設定されるので、この純資産、これが財政状態を表しているというような感じですね。要するに資産がこれだけの金額あり、負債がこれだけの金額あり、この差額で純資産はこれだけの金額があり、で、この純資産というものが会社の財政状態みたいな形でね、だから資産と負債両方書いて、資産がいくら、負債がいくら、両方ちゃんと書いて、その差額でもって純資産がいくらあるか、この純資産が財政状態みたいな形になるので、結局この貸借対照表1枚のシートを見ると、会社の財政状態というのが分かるんですね。財政状態が分かってきます。企業の財政状態が分かりますよって、この1枚のシートでね、この1枚のシートで財政状態が、特にここの、この純資産のところを見れば、会社の財政状態っていうのはすごくよく分かりますよって、資産がいくらあって、負債がいくらあって、この差額で純資産がいくらあるかということなんで、財政状態はすごくよく分かるということですね。はい、で、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、これを会社は決算をやって、まあ、会社ですね、例えば3月決算であれば3月末ですね、3月31日決算をやって、この貸借対照表 BS ですね、バランスシート、このバランスシートを作っていくということになるわけなんですね。はい、で、ちょっとその次のページ移っていただいて、この貸借対照表だけではなくて、今度次のページ、6ページ目ですね。で、今度は、ごめんなさいね。はい、次のページですね。6ページ目。今度はもう一つ大事な書類があって、財務諸表の中で、損益計算書っていう書類があるんですね。これも大事です。これも大事ですね。で、英語で言うと、プロフィット&ロスステートメントということで、PLPL って略するんですね。で、この損益計算書とは PL っていうね。で、PLPL っていうんですが、この PL っていうのは損益計算書というんですが、損益計算書というのは、一定期間、だから1年間で考えればいいと思います。4月1日から3月31日ということで、ちょっとこれに書いちゃいますが、例えば4月1日から3月31日という、例えばこの1年間ですね。で、この1年間の経営成績を表す。で、経営成績ってどういうことかということなんですが、これも PL って損益計算書ですね。この損益計算書 PL、 プロフィット&ロスステートメントPLPL というのは、やっぱりこれも1枚の書類なんですね。で、別のフォーマットも実はあるんですけれども、まあ、今回はこの形のフォーマットを使います。まあ、別のフォーマットも実はありますが、損益計算書ということで、さっきの貸借対照表 BS と同じように、真ん中で区切れるというフォーマットですね。ちょっとこのフォーマットを使っていきますが、で、真ん中で区切って、右の列というか、ここは経営上の成果なんていうんですが、すみません、ちょっと一言だけ。経常の成果なんですが、これ大部分は売上ですね。まあ、正確には、まあ、損益計算書上は売上高みたいな感じで。
例えば売上高がちょっと単位は書きませんが100あるありますよと、1年間で売上が100あると、まあ、売上高だけではないんですけど、まあ、いろいろ他にもまあいろいろありますけど、ね、例えば利息を受け取るとか、まあ、それも全部収益にはなるんですけどね、まあ、とりあえず売上高が100ある収益ということで、これ経営上の成果みたいなことをこの右の列ですね。でこの売上を上げるためにまず商品を仕入れたりするわけなんですね。商品を仕入れたりいろいろと費用というのがかかります。もちろん従業員も雇うということで、例えば給与ですね、給与なんかも払うということで、これもいろいろと努力をするということで、例えば70だけいろんな費用がかかる。例えば、ごめんなさいね、ちょっとこれ左に寄せちゃいましたね、すいません、書く場所なくなっちゃったかもしれませんが、この、まあ、経営上の努力なんていうんですけどね、まあ、いろいろあります。例えば商品の仕入れなんかでもそうなんですが、例えば、まあ、従業員に払う給与ですね、まあ、こんなのもあります。でこれが費用ということで、まあ、給与とかですね、まあ、他にもいろんな費用がかかります。ですからこれは経営上の努力ということで、まあ、費用というんですけどね、まあ、給与みたいな感じですね。でこの差額で利益30計上するみたいなことになります。でこの利益がこの会社の経営成績だということになるんですね。ですから学生の時ってあの通信簿でね、通信簿をもらうということで、まあ、そんな感じです。この1枚の書類が、まあ、学校でいうと通信簿ですね、まあ、企業でいうとこの損益計算書ということで、この1枚の書類がその会社の経営成績というものを表しているということなんですね。でその成績っていうのは特にこの収益が100上がっている、例えば売上高を中心に収益が100上がっている、そして費用というのは例えば給与を中心に70の費用がかかっている、努力が払われている、この差額で30、これが利益で、この利益をもって経営成績だって言っています。ですから我々一般の投資家で株を買ったり売ったり、まあ株の売買をやっているような一般の投資家の人たちはこの利益ってやっぱ気になるんですよね。例えばトヨタという会社の株ですね、株を買ってみようかな、どうしようかな、その時にこの利益、まあ、これだけで判断するわけじゃないんですが、この利益の大きさっていうのはすごく気になります。ですから、まあ、普段ですね、まあ、私も ほとんどあまり、もう最近全然株の売買もやってないんですけどね、例えば株式の売買、株の売買なんかを普段からやってるような一般の投資家の人たちがいます。その一般の投資家って呼ばれてる人たちは、まあ、他にもいろんな要素を見ますけど、この利益というのはすごく気になってる。でこれが経営成績になっているということね。でもちろんこの利益が大きければ大きい方が業績としては良好だということですね。なんか成績がいいですね、利益が大きい会社、利益が大きい会社ね。ですからこの損益計算書 PL ですね、 PL というのは、1年間でね、4月から3月の1年間の収益がいくら、費用がいくら、そして差額で利益がいくら出るということで、この利益、これが会社の経営成績なんだ、ここですね。でこれを作らないといけないんですよ、会社というのは決算やって。ちょっとモニター切り替えちゃいますが、まあ、皆さんあのひょっとしたら中にはあの会社の経理ですねやってる人もいるかもしれません。あの先生これ俺作ったことあるよっていう人いるかもしれませんが、そのプロフィット&ロスステートメント PLPL ですね、あの会社の経理やってる人は多分 PL っていうのはあのよく普段から使ってるんじゃないのかなと思うんですけどね。ということでその貸借対照表 BS ですね、バランスシート、それから損益計算書 PL、まあ、他にも書類って作るんですけれども、この2つがメインになってくるので、財政状態を表すもの、それから経営成績を表すもの、この2つが中心です。この2つが中心になって財務諸表というものが出来上がりますので、これを我々一般の投資家、最近は私も株の売買あんまりやってないですね、やってないんですけどね、以前はやってたこともありましたけどね、株式の売買をやるような一般の投資家の人たちに今言ったその貸借対照表だとか損益計算書というものを作って情報として公開するってことなんですね。ちょっと前半少し押しちゃってるんですが、押してるところで余談挟んじゃうと怒られちゃうかもしれませんが、皆さん社会人なんでまあ大丈夫だと思うんですが、
私たまにですけど競馬やるんですよね。競馬当たんないんですけどね、全然当たらないんですけども、競馬をやるときって、まあ、全然お金かけてないですよ、大した金額はお金かけてないんですが、一応競馬新聞って買ってたりすること、まあ、毎週じゃないね、毎週じゃないんですが、競馬新聞を買って予想するんですね。どの馬が1着かな、どの馬が2着かなという。でちょっと、まあ、不謹慎な話なのかもしれませんが、その競馬新聞が今お話をした損益計算書とか貸借対照表なんですよ。つまり、まあ、最近私はあまりやってないんですが、株の売買ですね。どこの会社の株を買おうかな、どこの会社の株だったら値上がりするかな、どこの会社の株だったら逆に値下がりするかなって、そういうことを何か情報を見て判断しなきゃいけないんですね。でその情報になるものが貸借対照表であり損益計算書、そういう、まあ、他にも書類はあるんですが、そういったものを中心に株式の売買の情報として、株の売買ですね、株式の売買をする一般の投資家と呼ばれている人たちは、そういうものを情報として、参考にしながら株の売買をやってるわけですね。ですから、まあ、競馬新聞と一緒にしちゃいけないのかもしれませんけどね、まあ、何かこう投資をするということは情報が必要なんですよね。でその、投資をする、大事なお金ですからね、大事なお金を使って投資をするんで、投資をするときは情報が必要だと。その情報がの中心になるものが貸借対照表であり損益計算書と、こういったものがその情報ですね、情報としては重要な情報になっているということですね。はい、まあ、簡単で結構です。 PL と BS、まあ、両方ありますんでね、大体どんな構造になってるかちょっと簡単に復習はしておいてください。はい、ではですね、ちょっと前半おっしゃいましたが、前半はユニット2はここまでにします。で、10分休憩を挟んでこの後半ですね、この続きからお話をしていきたいと思います。ちょっと一旦ここで、前半終了ということで10分ほど休憩を取りたいと思います。では、休憩にしてください。はい、では引き続いて、後半ユニット3から説明をしていきたいと思います。では、テキストはちょっと次のページですね、7ページ目ですね。ではちょっと映していきたいと思います。プレゼンターですね。はい、で、財務会計の機能というところ で財務会計というのは、前半お話をしてきたように外部の人に報告をするという会計ですね。で外部の、まあ、利害関係者たくさんいますけどね、外部の利害関係者っていうのは株主とか債権者を中心にちょっと考えてほしいんですが、で、まあ、その外部の利害関係者に、報告をするという会計ですね、財務会計。で財務会計は一体どんな機能を持ってるかということで2つ、挙げられるんですが、利害調整の機能ですね。でまずは利害調整機能というところから説明したいと思います。でこれはちょっとアンダーラインつけといて、まあ、これは点々点ということで、まあ、そこまで、正確に覚える必要もないんですが、ちょっと、まあ、多少ですね、こう自分の言葉を入れてもらってもいいんですけども、まあ、なるべくちょっとこれに近い形で覚えてほしいということですが、財務会計、外部の人に、外部の利害関係者に報告をするという会計なんですが、どんな機能を持つか、まあ、1つ目ということで利害を調整するという機能を持ってるって言われてるんですね。でこれを理解する上で、まずそもそも誰と誰の利害が対立してるかっていうことを理解しないといけないんですが、これはまあ2つ種類があって、利害調整機能ということで、まず利害調整機能ですね。はい、で、まあ、まず一般的な定義をお話をすると、利害調整機能というのは私的な利害関係、つまり経営者、株主、債権者間の利害調整を、利害関係を調整する機能であるということで、まあ、私的な利害関係ということで、まあ、個々人ですね、例えば A という社長がいる、で株主ですね、例えば私が株主で、債権者、例えばある銀行さんですね、ある銀行さんがお金を貸してくれて、その人が債権者になっていると、まあ、それぞれの、まあ、諸事情というかいろんな事情というのがあるわけですね。でそういう、まあ、私的なっていう言い方をしているんですが、まあ、プライベートというかね、私的な利害関係、例えばうちの社長がどうだこうだ、株主さんが、例えば A という株主がどうだこうだ、あとは銀行でね、銀行さんがということで、まあ、それぞれのいろんな事情を抱えているわけですが、そういう利害関係を調整するというのが財務会計の機能の一つだと。で具体的に言うと、ちょっとね、補足ということはちょっと書いておいたんですが、例えば株主さんって利害関係を持ってるんですが、具体的にどういう利害関係を持つかと、会社との間でってことですね。
会社との間でどういう利害関係を持つかというと、株主さんたちというのはやっぱり株価、自分がその持っている株ですね、株式の株価が高い方が嬉しいわけですね。それから定期的に配当っていうのをもらいます。でこの配当も多い方が嬉しいわけなんですね。でこの株価とか配当っていうのは、配当というのはその会社の利益に、まあ、比例するというかですね、まあ、そんな感じです。利益が大きくなると株価も上がってくるし、利益が大きくなると配当金も増えてくるみたいなことですね。ということで株主というのは株価や配当というものに、まあ、関心がある、株価や配当に関心があるんですけどね。でこれらは株価とか配当というのは利益の大きさに関係、まあ、関連する。でということでこの株主ですね、例えば100万円で株を買う、100万円で株を買うということは、要するにその株主さんたちは100万円で出資をしているみたいな形になるんですね。で100万円で出資をしている、まあ、株を買うということ でその100万円というお金を受け取ったのが取締役という経営者と同じです。経営者と取締役、ちょっと言い方変えてますが同じだと考えていただいて結構です。で例えば株主が100万円で株を買うということは、100万円でお金を出資しているということになるんですね。でその100万円、これを使って取締役ですね、取締役はちゃんとその100万円ですね、大事な100万円ですから、このお金を使ってですね、まあ、取締役が経営者として会社を経営して利益を出して、で利益を出して適切にそのお金を管理して運用して、まあ、利益を上げるっていうことをやらないといけない。でこういうのを財産、その株主から100万円の出資を受けているんで、その株主から預かっている財産を、まあ、受け取っているということで、取締役で、ね、まあ、経営者なんですが、取締役は株主が100万円の財産を出資してくれたんで、それを受け取ってますよと、受託しているんだ。で、ということなんで、その大切な100万円というものを、ちゃんとお金を使って管理して運用しながら、利益を上げるという責任を、この人、まあ経営者だね。この経営者、まあ、取締役というのは、そういう責任を負わされるんですね。でこんなところでちょっと、まあ、次のページで説明しますが、そのところでちょっとこの株主と取締役、まあ、会社ですね、会社との間で利害関係というものができることがあるんですね。この受託責任っていう責任を、まあ、巡ってですね、ちょっと利害関係というものができます。それからあとは債権者、例えば銀行ですね、銀行さんとしてはとにかく貸したお金ね、もちろん利息もつけてほしいわけですが、利息も含めて、まあ、最低でも元本はお金は返してもらわないと困っちゃいますね。でその債権者っていうのはとにかく元本、最低でも元本は返済してもらわないと困る。でそのためには企業の中に財産、一定の財産が残ってないとお金返してくれないので、だから財産がないと債務を返済してくれないということで、会社の中にちゃんと財産を残しておいてほしいって思ってるんですよ、この債権者の人たちね。でこれもちょっと後で出てきます。債権者は元本の返済は最低でも元本を返済してほしい、そのためには企業、会社の中にちゃんと一定の財産っていうのを残しておいてほしいって思ってるはずなんですね。あとこれはあまり考えなくていいんですが、国とか地方公共団体、いわゆる政府ですね、政府は税金をちゃんと払ってほしいということで、まあ、課税所得なんていうんですが、まあ、利益ですよね、会社の1年間の利益、課税所得、これをちゃんと適正に計算して、ちゃんと、税務署に行ってお金を、税金を納めてきてくださいねというね。ただここは今あんまり考えなくて、まあ、利害関係ありますけどね、そこは今考えなくていいと。で特にこの株主とか債権者ですね、この人たちが、まあ、ちょっと次のページで説明しますが、この人たちが会社との間で利害を持っていて、しかもそれが対立してしまうんですよ。対立してしまうんですね。で、この利害の対立ってものをなくしていかないといけない。利害の対立をなくすために財務会計というものがあるということなんですけどね。ちょっと次のページ、8ページ目に移っていただいて、この8ページ目のところで、先ほどのページでやった利害というものの対立という内容を説明します。対立ですね、
要するに利害が対立しちゃうんですよ。だから調整しないといけないって話なんですね。で、この対立の構図って2種類あって、株主と経営者ですね、株主と経営者との間で利害が対立するってことがあります。で、ですね、ちょっとここはモニター切り替えちゃいますが、株主と経営者、ね、はい、で株主と経営者の間で利害が対立する。でこれちょっと、具体的なお名前は出せないんですが、一時期日本にあるですね、大手の自動車メーカーさんですかね、外国の方が経営者だったんですかね。で、ちょっといろいろね、トラブルがあったようなんですが、なんかそんなような感じで、例えばその、具体的なことは私もよくわかりません、ただその日本の自動車メーカーですね、日本の自動車メーカーですごく大きい自動車メーカーでもその、会長さんなんですかね、社長さん会長さんがちょっと立場よくわかりませんが、とりあえずその会社に対してなんか損害を与えちゃったんじゃないかとかっていう形で、でいろいろやっぱり言われた時もありました。ですから株主ですね、株主と経営者、ね、経営者との間の利害対立ってこれどういうことですかと、株主と経営者が利害が対立するなんてことはあるんですかと、普通はないんですよ。普通は利害で対立しません。なんでかというと株主ですね、株主と経営者、会社の経営者って本来は同じ方向を向いてるはずなんですよ。だから普通は利害で対立しません。普通はなんでかというと、社長さんとしてはやっぱ会社の財産でね、会社の財産を増やしたいと思ってるんでしょうし、で株主だってそうしてくれれば配当も増えるんで嬉しいわけですね。ですから別に株主と経営者っていうのは別に利害が一般的に対立するというわけじゃないんですが、たまにですね、先ほど言いました日本の例えば大手の自動車メーカーですね、自動車メーカーさんのように、例えば外国人のその社長さん会長さんがいて、ちょっとその会社に対して莫大な損害を与えたんじゃないかとか、その会社の財産をですね、例えば自分のために使っちゃったんじゃないかとか、なんかいろいろとやっぱりトラブルがあったということのようなんですけどね、ちょっとそんなようなイメージで、その例えば外国のその会長さん、外国人のその 会長さんがもう経営にその会社をね、自分のもののように使ってしまうということで、会社に対して莫大な損害を与えてしまうなんていうことも、状況によってなくはない。そうするとそのうちの会社の社長ですね、うちの会社の社長が会社を私物化してしまうみたいなことで、会社に対して莫大な損害を与えてしまうなんていうこともないわけではない。でそうすると株主との間での利害というのが対立してしまうんですね。だそうしなかったら別にそんなに大きなトラブルになることはないと思うんですが、株主と経営者、株主との経営者というのは、たまにそういうこともあるのかもしれない、ないとは言えないので、そうするとちょっとモニター切り替えちゃいますが、株主と経営者との間の利害対立ということで、この株主さんですね、それから例えばうちの社長ですね、と経営者ということでうちの会社の社長なんですが、例えば株主さんと社長さんというのは、の利害対立ということで、別にこれは必ず対立するわけではないということですね。ただじゃあどんな時に対立しちゃうんですかということなんですが、株主さんから見るとやっぱり自分が例えば100万円で出資をした、100万円でね、大事なお金です。でこの100万円でお金を、財産で、100万円のお金で出資をした、あと自分が100万円というお金を使った、出資をしたんですね、会社のために出資をしたんですね。でそのお金をちゃんと会社に言ってみれば委託しているような感じです。100万円ですね、100万円でお金を、100万円のお金を使って出資をしたということなんで、大事に使ってくださいねって、100万円大事な、100万円だから大事に使ってくださいねって委託している。で他方ですね、社長さんとしては、分かりました、お任せくださいと、私たちは経営のプロだから私たちはあなたたちから、株主から大事な財産を預かってますんで、権限の委譲を受けて私たちに任せてくださいと、私たち経営者は経営のプロですからね、だからその権限の委譲を受けて、そのお金の管理運用の権限の委譲を受けて、あなたたち株主に必ず利益は還元しますからね、なんていうことで、とすれば本来は対立しないんですよ。お互い別に喧嘩するような
関係にないんです。株主とその経営者ですね。株主と経営者っていうのは本来であればお互い喧嘩するような対立するような関係じゃないんですね。で、この関係において受託者である経営者は株主から委託された資金を誠実に管理運用するだけではなくて、株主の利益ですね、株主から財産の委託を受けてますね。大事な100万円です。で、その大事な100万円を受け取って、社長ですね、うちの社長はお金を増やして、お金を増やしていって利益を最大化するように経営行動を行う責任を、これを受託責任と言ってるんです。これは経営者ですね、まあ、取締役と言ってもいいのかもしれませんが、経営者が負ってる責任なんですよ。ですから、まあ、会社の社長さんですね、会社の社長さん経営者が負ってる責任なんですね。要するに財産を受託されてるわけですから、財産の受託で、その財産を預かってる株主の財産、大事な100万円ですね、大事な100万円を預かってますんで、それをきちんと適切に管理して運用するという責任を経営者は負ってるわけなんですよ。で、この責任を果たす限りは、先ほども言いました、株主と経営者って利害が対立するような関係ではないんですよ。だから受託責任をちゃんと果たしてるんだったら別にトラブルはないんですね。株主と経営者との間でトラブルは起こらない。ところが、しかしということで、経営者は受託責任を常に誠実に遂行するとは限らないでしょうと。先ほども言った、例えば日本のその大きい自動車会社のようなところで、例えばその会社を私物化してしまうと、会社を私物化してしまって、なんか自分のためにお金を使うとか、例えばですかね、そんなようなことも、まあ、全くないとは言い切れない。すると株主の利益よりも自分の個人的な利益、社長さんですね、社長さんとしては自分の個人的な利益を優先させてしまうなんてこともないとは言えないので、ここでもしそういうことをすればということ、そういうことをすれば自分の個人的な利益を優先させるようなことをすれば、株主と経営者というのは利害がぶつかってしまう可能性があるんですよというね。ということで、必ずじゃない、必ずではないんですが、株主さんと社長さんというのは時としてこう対立してしまう可能性はある。財産で、ね、株主は100万円お金を預けてるわけね、100万円、大事な100万円をお金を出資して、お金を100万円出資してお金を預けてるわけですね。でちゃんと運用してほしいです。この100万円ちゃんと運用してお金を増やしてほしいわけですね。で、分かりましたって言って、ちゃんと経営者の方が、任せてくださいと、任せてください僕たちにということで、ちゃんと経営者がその預かっている財産を管理運用してお金を増やしてくれれば何も問題ないんです。ところが、先ほど言いました、時として自分の会社を私物化してしまう、会社を私物化してしまって、自分の利益というものを考えて会社の経営なんていうのをやってしまうこともないとは言い切れない。で、そうするとやっぱりここでこういうことをすればというか、自分の利益、自己の利益というものを優先するような会社の経営をやってしまえば、ここでお互いは対立してしまいますよ。で、この対立をなくしたいんですね。こういう対立をくらいかかなくていいです。対立をなくしたい。じゃあどうすればいいかということで、ここで財務会計、外部の人に報告をするというのね。財務会計が利害を調整する、利害を調整するということはどういうことかというと、こういう対立、トラブル、こういうトラブルが起こらないようにしてるんですよ。で、どうやってるんですかということなんですが、はい、その下ですね、はい、この両者と、この株主と経営者ですが、両者の利害対立を調整するための手段が財務会計であると。すなわち、この人が、まあ、いけないって言ったらいけないんですが、この人が会社を私物化してしまって自分の利益を優先させるようなことをやるからいけないわけで、そうならないようにすればいいでしょうと。そうすると、ちょっと読んでっちゃいますが、経営者ですね、経営者というのが自己が株主の利益に合致するように誠実に行動したことを株主たちに伝達すればいいでしょうということね。つまり私たち経営者、会社の経営者は、あなたたち株主から大事な財産を預かる、大事な株主の財産を預かってるんですが、その財産を増やして、まあ、利益を出すんですが、利益を出すようにちゃんと誠実に行動したということをちゃんと株主に伝達するということをやればいいと。で、受託責任の、ごめんなさい、受託資金の管理運用の状況とその結果としての会計報告を行う。
で、これが財務会計なんですね。要するに外部の人に報告をするということで、ちゃんと経営者でね、経営者というのは会社の決算をやって、これだけ利益が出ましたよと、安心してくださいと、あなたたちから大事な財産預かってるんで安心してくださいねと、会社は決算をやってこれだけの利益が出ましたよということを、この株主たちに伝達する、報告するということをやるわけですね。要するに会計に関する報告をするということになります。で、他方株主の立場から見れば、株主には経営者による資金の管理の誠実性とか資金運用能力を会計報告に基づいて判断することができると。例えばここの会社の社長ですね、すごく利益を出した、ありがたいですね、だから資金の運用の能力が高いんでしょうね、ですから株主から預かってる財産を、お金をを増やして利益を出したんですね。そういうことをするような経営者は資金の運用能力が高いんでしょうね。ですからそういうふうな資金の運用能力なんていうものを、この株主さんたちはその判断することができると、報告してもらえる、この報告で伝達して報告をしてもらえれば、そういうことを株主さんたちは判断することができると。で、そんなことを義務付けてるわけですね。だったら、通常はこうはならないでしょうという。ただ、実際にこの利害調整機能も完全に果たせるかって言ったら、やっぱり果たせないわけですよ。ですから実際トラブルになっちゃうこともあるんですが、一応財務会計ということで外部に報告をする、つまり経営者ですね、経営者がこの外部にいる株主さんたちに、ちゃんと会社が決算やってこれだけ財産が増えましたよという結果を伝達して報告をするということを義務付けてるわけですね。そうすると普通はこの対立は起こりませんって言ってるわけですね。ただそれでも起こっちゃうことはあるんですけどね。だから完全には防げないと、完全に対立を防ぐってことはできないんでしょうけどね、一応対立をなくすようには機能しているって言われてます。外部に報告をするということですね。はい、ではちょっと次のページで、で実はこの今度は9ページ目ですかね、株主と債権者で、この2人の間では基本はもう対立するという構造になっちゃいますよ。この2人、株主と債権者、なんでかというと、ちょっと長くなっちゃうんで一旦下がっていただいて、ちょっとこのイラストを使って先にまとめちゃうと、株主と債権者ね、株主と債権者って普通は対立するんですね。対立する、なんでかというと、株主っていう人たちはやっぱり配当が欲しいんですよ、たくさん。例えば利益の一部で配当をしてほしいと、利益から配当を出すんですが、なるべく株主さんたちの立場で考えると、配当をたくさんくださいねって会社に要求したりします。で、ちなみにこの配当というのは原則としては金銭で行うことになってるんですね。だからこの配当は金銭で行うので、たくさん配当が欲しいということは、その要求に会社が乗っかっちゃうと、金銭でたくさん株主に配当を出さないといけないって形になっちゃうんですよ。ところが例えば株主ですね、株主はとにかく配当欲しいということで、でそういう要求に対して会社が乗っかっちゃうと、たくさんお金を払わないと、配当ということでお金を出さないといけない。でもそんなことやっちゃうと会社のお金ってなくなるんですね。会社のお金がなくなる。そうすると今度こっちの立場で、債権者の立場で考えた時に、債権者というのは最低でも元本は返してほしいし、もちろん利息をくっつけて返してほしいというところがあるんですけどね、その債務を弁済してほしいということだ。ということは貸したお金はちゃんと返してほしいと。でもちろんこれ金銭で返してほしいわけですね。だからこっちは債務を弁済してほしいということであれば、会社の中に一定のお金は取っといてもらいたいんですよね。ですから資金を社内に留保してほしいということで、一定の財産というのは会社の中に取っとかないと、お金を後で返すことができなくなっちゃうんで、だからこっちの人たち、債権者と呼ばれる人たちは、お金を会社の中、社内ね、社内にお金をの残しておいてくださいねと言ってるわけね、取っといてくださいねって言ってるわけです。でないと借金返せなくなっちゃう。借金返せなくなっちゃったら大変なんで、だから債権者ですね、
債権者と呼ばれる人たちはなるべく、まあ、お金をですね、お金を会社の中に社内に取っておいてほしい。ところが戻っちゃいますが、株主さんたちは逆です。株主さんたちは配当が欲しいということで、そうすると配当ですね、配当というのは金銭で行いますので、配当が欲しい、そういう要求に会社が乗っかっちゃうと、どんどん配当を出さなきゃいけない。つまり金銭で配当を払わないと、配当を配っていかないと、配当金ですね、配っていかないといけないと。とこっちの要求に立つと会社からお金がなくなっていっちゃう。でこっちの要求を考えると会社の中にお金を残してほしい。明らかに会社に対して要求する内容が逆になっちゃうんですよ。ということなんで、まあ、結果としてはお互いの利害というのは対立しますよということになるんですね。まあ、利害が対立する、はい、でこの利害の対立はじゃあどうやって解消するのかということなんですが、ちょっと一旦下がっていただいて、実は財務会計ですね、外部に報告をする会計は計算上は分配可能な金額っていうのを計算上決めてます。分配っていうのは特に配当なんかをイメージしてください。つまり会社が得た利益の中でここまでは配当として分配できるけれども、これ以上は配当としては分配できないって、その限度額決めちゃってるんですよ、計算上で。そうすることによって、そのいわゆる配当として分配できるお金をの限度額、まあ、限度額を決めてしまってるんですね。だから、あの、いくら、例えば株主でね、結構株主の中には怖い人がいます。あと、その怖い人たちが株主総会に出てきますよね。ちょっとモニター切り替えちゃいますが、まあ、私もですね、ちょっとだけ株主総会にも、まあ、行ったことはあるんですけど、ね、まあ、私が行った株主総会は結構穏やかだったんですが、その株主総会の中では結構怖い人がいて、例えばその会社に対してもっと配当をくれということで、要求してくる。でも例えばそういう結構怖い人たちがいて、そういう怖い人たちは怖いですから、分かりました、じゃああと 10% ぐらい配当を渡しますなんて、これじゃ足りねえ、もっとくれよ、分かりました、じゃあまたさらにちょっとな、こんなことをやってったら会社の財産なくなっていっちゃうんですね。で会社の財産がなくなっていっちゃうから、そうすると先ほど言ったように債権者の人たちが困っちゃうんですよ。債権者、例えば銀行さんですね、銀行さんは貸したお金を返してほしいので、そのためにはやっぱ財産で社内に留保しておいていただきたいと。と銀行さんとしては困っちゃうわけですね。でそこでどうするかというと、先ほど言った分配可能な限度額ですね。要するにここの線までは分配できる、配当として分配できるけれども、逆にこれ以上はいくら怖い人から要求されてもこれ以上は分配できない。これはもう規則としてルールで決めちゃってるんですよ、会計上は。でそうやってこうなんてね、まあお互いの利害がですねぶつかるということを避けてるわけですね。要するにルールで決めてますから、要するにここまでは配当ということで分配できるけれども、これ以上はもう配当としていくら怖い人にすごまれてもそれは出せませんということなんで、これ以上はいくら要求されたところでそれは配当としては渡せませんっていう話になって、そういうことを財務会計というのは規定があるので、ちょっとプレゼンターに切り替えちゃいますが、その分配可能な金額ということを、まあ、財務諸表に基づいて計算、このルールとしても決めちゃってるんですね、計算の仕方というのは決めちゃっているんで、そうすると、企業財産の配当による流出を歯止めをかけることができるだろうと。だから分配可能な、まあ、限度額ですね、そういったことを計算上も規定ルールとして決めちゃっているんで、そのまあ会社の財産ですね、会社の財産が配当と、この配当、株主さんたちに対して配当を配る、そんなことにはさせませんよということで、分配可能な限度額っていうのを計算上決めちゃってますから、流出による歯止めをかけることによって両者の利害対立が起こらないようにしているというね。ということで、ちょっと上のところなんですが、ちょっとごめんなさい、これ
ちょっと長すぎたから、ちょっとどこで切っていいのかっていうのがなかなか難しかったんで、ちょっと一応全体だーっとやったんですが、さすがにここまで長い文章はちょっと全部覚えられないと思うんですが、あの、点点点という点線ですから、まあ、部分的に自分の言葉を入れてもらって構いません。で、少しだけちょっとお話をすると、株主と債権者っていうのは、共に企業に対する資金提供者である点では共通です。つまり、株主はお金を出資します。債権者はお金を貸すんですね、銀行さん。こちら、例えば銀行さんがお金を貸す。株主っていうのは出資をする。どっちにしても、お金を提供してくれるっていう点では、どっちも共通なんですね。ただ、そのお金を、まあ、提供、資金を提供する見返りが必要で、その見返りの内容がちょっと違ってるね、この2人ではちょっと違ってるんですが、で、債権者の方が株主よりも、まあ、法的には不利な立場、これどういう意味で使ってるかっていうと、債権者の方が、まあ、株主と比べて法的に不利な立場に置かれてるというのは、株主さんっていうのは、あの、先ほども言いました、株主総会って必ず会社でやるんですね。で、株主総会を開いて、まあ、私は全然参加しても全然ずっとただひたすら黙ってたんですが、あの、議決権というのを行使したり、会社の経営に参加できる権利を持っちゃってるんですよ、株式を持ってる人って。だから結構その社長に要求してる人もいます。株主さんはマイクを掴んでですね、社長さんにああしてくれこうしてくれなんていうことを要求してる人いましたよ。例えば名前は出しませんけどね、私が参加した株主総会、私は後ろに座ってたんですが、 おばあちゃんで、おばあちゃんはすごい勇気があるなと思ったんですが、真ん中にスタンドマイクが立ってあって、で、前に社長さんがいますからね、株主総会で偉い人が前に座ってるんですが、その偉い人たちに対して、なんかこの株主ですね、株主と社長さんですね、社長さんとの間でなんかホットライン、電話でね、電話で直接話ができるようなホットラインを作ってくれとか言ってましたけど、私それ後ろで聞いてて、それはちょっと社長さんがですね、一人一人の株主と電話でホットラインみたいなもので、それは無理なんじゃないのかなと思いながら、まあ、聞いてはいたんですが、まあ、あの、検討してみますという定番通りの答えが返ってきたんですけどね、あの、やっぱり株主っていうのは会社に対していろんなことを要求することはできません。ですから、まあ、それが通るか通らないか別として、その会社の経営にいろいろこう参与するという権利を持っちゃってるんですね、株主さんで。株主総会を通じていろいろと自分の意見っていうのは表明することができるんですね。ところが銀行さんですね、銀行さんというのはただお金を貸してるだけのことなので、会社の経営には直接こう参与するってことができないって言われてるんで、だからその他方をということで、債権者、銀行ですね、銀行は、まあ、株主総会には参加しませんので、参加できませんので、経営参与権は有しておらず、また利息の受け取りも固定されていると。例えば、半年に一遍ですね、半年に一遍 0.01% みたいな、例えばそんな感じで、銀行はお金を貸してますんでね、利息を受け取るということで、利息の受け取りも固定されてますよということになってるね。だから同じようにお金を提供するということであっても、若干お互いの中で立場が違う。だから株主の方がちょっと強い、まあ、強い、逆に言うと債権者の方が弱い、法的に不利な立場だ。要するに株主総会に出れないですかね、債権者っていうのは株主総会に出れないので、だからそういう意味で言うと法的にちょっと不利な立場に置かれているということですね。で、このように株主と債権者の法的な地位に、まあ、差異がある状況下の中で、株主が企業価値を低下させて企業の存続を危うくさせるような多額の分配を決議してしまえばということです。もしってことね。だからこの株主が怖い人で、もっと配当くれ、もっと配当くれなんていうことで、そんなに配当しちゃったら企業お金なくなっちゃうんで、企業の存続が危うくなっちゃいますよ。そのくらい配当くれなんていうことで、そういう怖い人たちの要求に乗っかっちゃって、配当をじゃあ配りますよなんていうことを決議してしまえば、債権者、今度は銀行ですね、金貸しということでお金を貸している債権者、銀行の権利というのは不当に著しく害されるという意味で、この2人っていうのは利害が対立してしまう関係にあるんですよってね。で、そうならないように、先ほど言いました分配可能額というのを決めているということですね。はい、まあ、とりあえずそこまで覚えておいてください。
で、これが利害調整機能ということで、財務会計が持つ機能の一つですね。利害調整機能、利害を調整するという機能ですね。ちょっと覚えておいてください。はい、ではですね、このユニットはここまでになります。ではブレイクタイムを挟んで、今日最後ですね、ユニット4に移っていきたいと思います。で、ちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、で引き続いてユニット4に移ります。ではテキスト次のページ10ページ目ですね。はい、ちょっと移していきますが、で財務会計の機能の2つ目ということで、さっきのユニットでは利害を調整するって話を中心にしてきたんですが、今回は情報提供するという機能ですね。ただこれはあっさりでいいと思います。で、情報を提供するという機能があるね。まあ、当然といえば当然なんですが、財務会計というのは、先ほどお話をしたように、財務会計というのは、外部の利害関係者に対して報告をする。そういう報告をするという会計のことを財務会計と言ってますんで、情報を提供するということで、情報提供機能ということで、投資者。ね、まあ、ここは大丈夫だと思うんですが、投資、普通多分我々投資家って言葉使うんじゃないのかなと思うんですが、投資者って言葉使うこと。ここではですね、そういう言葉を使っちゃうんですが、さすがにそこは多分採点上の有利不利はないかなとは思いますけどね。まあ投資家でもいいと思うんですが、まあここではちょっと投資者って言葉を使っちゃいますけどね。投資者、投資家ですね。投資家に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を提供することによって、投資者を保護して証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能なんです。例えばちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば私がですね、最近全然株の売買やってないんですけどね、例えばどこかの会社の株を買ってみようかな、それともやっぱりやめようかなとか、いろいろやっぱ判断しなきゃいけない。その時に情報って必要なんですね。で、その時に会社から出てくる情報が、例えばそこの会社の社長さんですね、社長さんの出身地だとか、その会社の社長さんがいますが、その会社の社長さんの出身地、あるいは血液型、好きな食べ物、そんなものを情報で流されても、我々はそれを見ても何も判断できないわけね。例えば、その A という会社の社長さんがいて、経営者がいて、その経営者の血液型だとか、家族構成だとか、趣味だとか、好きな食べ物だ、そんな情報いらないですね。あくまでも我々投資家が欲しいのは、その株式の売買ですね、株式投資なんですが、その株式投資に役立つような情報が欲しいわけですよ。その社長の血液型なんていらないですから、そういう情報じゃないですね。そういう情報を欲しているわけではないので、もう一回戻っちゃいますが、投資者に対して証券投資、まあ、株の売買だと思ってください。株の売買の意思決定に役立つような、そういう情報を提供するということが大事ですよ。だから役に立たないような情報を流されても困るというね、そういう情報じゃなくて、証券投資ですね、証券投資の意思決定に役立つような、そういう情報が欲しいわけですね。でそれを当然情報として提供するというのが財務会計の機能だというね。でその下はいらないです。この辺はもうちょっとすみません、いらないというね、まあ、次のページに行っちゃいますね。はい、で次11ページ目になりますかね。で制度会計の目的と特性ということなんですが、で制度会計は基本的な財務会計とほとんど同じ意味になります。ただ最近はですね、まあ、ちょっとインベスターリレーションズって IR があるんで、まあ、ちょっと変わってきちゃって、まあ、少し違ってきてるところがあるんですが、まあ、制度会計ですね。制度会計ということで、大体財務会計とほとんど同じなんですが、要するに制度にのっとった会計なんですね。要するにルールがあるということなんですよ。で、制度会計の目的というのをまずちょっとお話をしたいんですが、制度会計、つまりルールにのっとった会計ですね。ルールにのっとった会計の目的とするところは、企業の分配可能額を算定して、業績、まあ、利益、収益力を適正に測定表示して、で株主が出資した財産等を管理、運用、保全する責任である経営者の自宅責任を明らかにすることによって、企業の状況に関する外部の利害関係者の判断を誤らせる。で、こういう言葉を使うんですが、
外部の利害関係者っていうのは、これは投資家が中心、特にもっと言うと株主ですね、株主が中心だと思ってください。ですから、すみません、ちょっと波線つけちゃったんですが、これはちょっと一言書いちゃいますが、株主が中心だということで、外部の利害関係者というとやっぱり株主が中心なんですよ。でよくこんな表現使うことがあるんですが、外部の利害関係者の判断を誤らせない。でこの判断って何かというと株の売買です。株式投資なんですよ。ですから株式投資に関する判断を誤らせないようにすることが大事なんですよというね、制度改定の目的として。ですからちょっとモニター切り替えちゃいますが、私はですね、全然そんな皆さんに言えるようなお話できるような金額ではないんですが、人によっては本当に何百万、中には何千万って株式投資を、あれはもっとすごい人いるかもしれないね、何百万のお金を株式投資をする、あるいは何千万、1000万以上のお金で株を買うっていう人もいるみたいなんですね。私は全然そこまでないんですが、ただそういう人たちは本当に大切な問題ですよ。ですから自分の財産ですね、自分の財産で株式を買うわけですけどね。そうすると判断を誤りたくないんですよ。で、基本的には株式投資って自己責任なんです。自己責任なんですね。自分の責任で株式投資をするわけです。ただ情報自体はちゃんと流してもらわないとダメですよというね、自己責任であるがゆえに、やっぱりその前提になる情報ですね、情報はちゃんと流してもらわないと、我々投資家としては例えば1000万2000万のお金で株式投資をする人もいるわけで、とその人たち下手をすると本当にすぐに株価が半分ぐらいまで安くなっちゃうなんていうケースもあるかもしれない。そうなると自分の財産すぐなくなっていっちゃいますからね。で困っちゃうので、利害関係者ね、利害関係者の判断を誤らせないようにすることが大事ですよというね。でそのためには、先ほど言いましたように、まず分配可能な金額、株主と債権者との間の利害対立っていうものもなくしていかないといけないので、分配可能な金額って、分配可能額、要するにここまでは配当という、配当みたいなイメージで結構です。ここまでは配当していいけれども、これ以上は配当は認めませんみたいな、そういう株主さんたちに配当できる、分配できるお金の限度額、分配可能な金額を決めてるんですね。でまた今年1年間振り返って、特に営業によって、営業活動によってどれくらいの収益利益を出したのかみたいな、さらに株主から預かっている 大事な財産を経営者がちゃんと受託責任というものを果たして、ちゃんとお金を増やさないといけないと、受託責任というものを明らかにする。でそういうことをによって企業の状況に関する、利害関係者の判断を誤らせないようにすることが制度改定の目的なんですよということですね。ですから、制度改定の目的、3つあるということで、まず1つは分配、どこまで いくらまでだったらお金分配できますよっていうのを、まず制度改定ルールですね、ルールを決めた改定です。ルールって法律みたいなね、3つの法律があるんだってちょっと言ったと思うんですが、その、制度に基づく改定、法律ですね、法律ということでちょっと書いちゃいますが、法律だけではないんですけどね、法律などということで、法律などに基づく会計というものがあるんですね。でそれでは分配可能限度額、分配可能額を決めてます。でそれから、企業の、ね、業績利益って、収益力を適正に表示をすると、収益力ですね、会社の1年間のどれくらい利益が出るかと、利益を生み出す力を持ってるかみたいな、収益力ですね。でこれを測定表示をすると。それからもう一つは、株主が財産を預けて、経営者に財産を預けて、そして経営者としては受託責任を果たすと。で果たしたことを、受託責任を明らかにする、
僕たち経営者、僕たち経営者は心配しないでください。心配しないでください。僕たち経営者はちゃんと株主から預かっている財産ね。株主から預かっている財産は責任持ってお金を増やしてますよと。株主から預かった財産ですね。受託責任を明らかにしているということで、株主から預かっている財産はちゃんと心配しなくても我々経営者としてはお金をちゃんと増やしてますよと、お金をちゃんと財産を守って、財産を守って増やしてますよというような、そういう企業の状況に関する、受託責任を明らかにして、で企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするということなんですね。要するに株主たちが株式投資をするという、そういう判断を誤らせないようにすることが制度改定の目的なんだっていうことなんですね。でこの目的を果たすためには、ちょっとすみません、制度改定というのはこれから説明するいくつかの特徴を持っているということなんですね。で一つはやっぱり後から第三者が、検証できないといけない。例えば金額、本当にこの金額が正しい金額かどうかということで検証可能性がないとダメですよってことなんですね。制度会計というのは制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力、または公弁力を重視する検証可能性があるんだと。非常に分かりやすく言っちゃうとレシートですね。皆さん取引をするとレシートっていうのはあれ証拠力になったりします。ですからレシートをちゃんと取っといて、それが後々ですね、第三者から突っ込まれた時に、いや心配しない、ちゃんとレシート取ってますよということで証拠力、あるいは公弁力を持つということなんで、例えば一回一回会社として取引をする時にちゃんとレシートを取っているみたいなことで、例えばそれが後から証拠力になる。例えば公弁力、なんか人からつつかれた時に公弁する力を持つんだ。そういう意味で第三者が検証できるようなものでないとダメです。制度会計、ルールに基づく会計というのは第三者から突っ込まれた時に後でちゃんと対抗できないといけないので、公弁力とか証拠力がないとダメだと。つまり検証できる数字でないとダメだということですね。であとちょっとこれは次回の内容を少しやらないとわからないので、またちょっと先の内容がここで出てきちゃうんですが、利益を、株主さんたちに配当する、分配するということなんですが、支払いの財源だとか企業が税金を負担する能力であれば単税力ということでを重視する財務安全性、保守主義性ということなんですが、要するに分配するとかあと税金というのは基本的に全部金銭なんですよ。だから株主に配当します、税務署に税金払います、原則は全部金銭です。だから利益を分配したり、利益の一部を分配したり、あとはその税金を負担する、税金を払うというのは基本的には全部金銭だから、金銭というもの、まずお金ですね、お金というものが会社の中に残ってないとダメなんだということなんですね。財務安全性、保守主義性って言います。あとは制度会計の円滑な遂行を図るための制度的実行可能性という特性を有するということで、この制度的実行可能性ということなんですが、制度会計の円滑な遂行を図るための制度的実行可能性ということで、これどういうことかというと、制度として実行できるものでないといけないということで、理論として正しくても制度として実行できないものは制度会計にはならないということになるんですね。例えばちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えばですね、会社って土地を持ってるんですよ。会社が土地を持ってる。で会社が土地を持っていて、で実はこれ時価で評価してないんですね。時価で評価しないんですけど、時価で評価してないんですよ。でなんで時価で評価しないんですけど、会社が土地を持ってる、時価で評価した方がいいんじゃないんですかと、確かにそういう声あります。そういう声はある。例えば会社が持ってる土地ですね、会社が持ってる土地は時価で評価した方がいいんじゃないかっていう声も確かにある。でそれも確かに一理あるかもしれませんけれども、でもそれ制度として実行できますかと、いくらそれが論理的に理屈として正しいと言ったって、会社が持ってる土地ですよ、全国にあるわけですよ。この全国にいろんな会社がいろいろと土地を持っている。それを会社の決算ですね、例えば会社が決算するんですが、
会社が決算するときに、会社、日本にはたくさんの会社があって、いろんなところで土地を持っている。それは直で評価した方がいいっていう人がいるんですけども、直で評価した方がいいなんて、それは理屈としてそれは正しいかもしれない。理屈としてそういう考え方は正しいかもしれないけれども、制度として実行できますかと。できないですよね。できるわけない。そんなことやっちゃったら不動産鑑定士の先生倒れちゃいますよ。忙しすぎて。だから、仮に理屈として、まあ、理論として正しいというものであっても、制度として実行できないと、制度会計にはならないということなんで、だから会社が持っている土地ですね、時価では評価しないということで、例えば理屈としては時価で評価した方がいいという声があったとしても、制度としてそれは実行できないということになるので、そういうものはできないんです。制度としては採用できないということでね。いちいち全国の土地ですね、会社が持っている全国にある土地を全部、会社の決算の時に直で評価してたら大変な問題になっちゃいますね。鑑定士の先生はもう忙しくて、もう仕事できなく、他の仕事できなくなっちゃいますからね。ですから、それは ダメなんですね。制度としては実行できないということで、制度会計というのは、ちょっとまたモニター切り替えちゃいますが、制度会計というのは、会計の円滑な遂行を図るために制度として実行できるという特性を持たないとダメだということですね。はい、ただちょっとこの上の2つ、このかっこいい、まあ、かっこいいですね。制度会計の目的と特性、ちょっとこの辺はまだ初期の段階ではちょっと難しいかなと思います。先ほどこの保守主義性というのはまだ今日はやりません、詳しくですね、次回の内容になるかなと思いますね。ちょっとこの辺は今日は飛ばしてもらってもいいかなと思います。さらっとだけ、理解できる範囲でさらっとだけね。はい、であとちょっとそろそろ、あと今日10分ぐらいなんですが、その下ですね、3つの制度会計ということで、トライアングルなんてよく言われてるんですが、私これちらっと今日の授業の中で言ってきたかなと思うんですが、会計に関する法律は3つあるんですよ。金融商品取引法という法律と、会社法という税法ですね。まあ、金融商品取引法に基づく会計と、会社法に基づく会計で、税法に基づく会計、まあ、税務会計ということもあるんですが、その3つの法律があって、これがまあ実はお互いにこうつながっている部分もあるので、トライアングル体制なんて言います。まあ、覚えなくていいと思いますけど、ただ一応3つあるというのは覚えておいてください。で、税法に基づく会計、まあ、いわゆる税務会計は、これは書かなくていいですが、皆さんは忘れていいということで、鑑定士の試験で税法会計、税法に基づく会計、いわゆる税務会計なんていうのは出るわけがないということで、これはやんなくていいですね。で、ほとんど金融商品取引法という法律に基づく、これ中心に皆さん勉強してください。で、たまにですね、会社法に基づく会計も出てくるというですね。ということで、この会社法は多分出ないと思います。たまにちょっとだけ、少なくともこの辺の文章を覚える必要はないということで、会社法会計、ただちょっとさらっとだけ読んじゃいます。覚える必要はないんですが、この会社法の会計というのはどんな会計かということで、企業をめぐる国の経済主体相互間の利益の調整を目的としているということで、まあ、財務会計の利害調整、主として会社法会計を通じて遂行されるということなんですね。で、ここはいいです。いらないです。いろんな利害関係を持っている人の、まあ、利害対立を調整するということ。ただ、特に言われているのはこの会社法というのは、いろんな利害関係を持っている人の利害を調整するということを特に主眼に置いているような法律だと言われているんですが、債権者の立場はやっぱり重視していると言われています。会社法というのは。ですから、いろんな利害の対立ですね。利害の対立をなんとかこの会社法という法律が調整を図るという。利害が対立しないようにですね。まあ、なるべく調整かけてるんですが、特にその時は債権者というものを一番この会社法という法律は大事に考えているというところがあるようですね。で、ちょっと次のページに移っていただいて、一方ですね、皆さん次回以降まただんだん本格的に勉強するときは、この金融商品取引法、これが中心です。学習するときは、で、これは呼ばなくていいんですが、金融商品取引法ということで、昔はですね、証券取引法というんですよね。まあ、今は金融商品取引法と言っているんですが、この12ページ目のところですね。国民経済の適切な運営と投資者保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正にし、かつ有価証券の流通を円滑にすることを目的としている。まあ、非常に難しいんですが、要するに株の売買ですね。株の売買が円滑にできるようにしないとダメですよって、株式の売買ですね。
だ例えばそこに嘘があったりすると我々株主は本当に困ってしまう。だからもし例えば会社が流す情報ですね、会社が流す情報に嘘があったりするとそれはすごく我々が困ってしまうので、そういう嘘はダメですよということで、金融商品取引法ですね、金融商品取引法というのは株式有価証券、株式を発行したり売買する、その他いろんな取引があるわけなんですが、そういう証券市場がある中で特に株の売買が円滑にできるようにすることを目的としてこの法律というものが出来上がっている。株式を発行する、有価証券を発行したり売買したりその他の取引を公正にや、つまり嘘をついちゃダメですよと、株式、情報ですね、情報として嘘の情報を流しちゃダメですよというね、嘘の情報を流しちゃうと我々は株の売買で莫大な損をすることが可能性が出てきちゃうんで、そういうこと嘘の情報はダメですよということで、ちゃんと公正にかつ有価証券の流通を円滑にして、もう円滑に株の売買ができるようにということを目的として金融商品取引法という法律があるんですね。でちょっと最後に簡単にまとめると、税法会計ですね、税務会計はやらなくていいと思います。でとりあえずここの3までの、これはいらないと思います。で金融商品取引法と会社法の会計は何が違うかというと、大きく目的がちょっと違っている。でやっぱり今上で説明したように、金融商品取引法の場合にはどっちかっていうと株主を中心として投資家の方を考えて、投資家を向いちゃの方を向いちゃってるんですね、金融商品取引法は。だから現在株を持ってる人、私も今実はちょっとだけ株持ってるんですけどね、ほとんど今売買やってないんですが、で現在株を持ってる人、それからまた将来株を買ってみようかななんて思ってる人がいる、これは潜在的な株主なんて言ったりするんですが、現在の株主だとか将来の潜在的な株主なんかを保護する。で保護ってどういう意味ですかということなんですが、守るということなんですが、守るっていうのはこれは正しい情報を流すみたいなイメージで考えていただけて、守るって別にガードマンという意味の守るという意味ではなくて、この保護するということはこの金融商品取引法というのは嘘はダメですよと、嘘の情報を流しちゃダメですよ、そういう意味で株の売買というものは正しい情報に基づいて株の売買をするということなんで、そういうことで株主たちを保護しようとしちゃってるよね。だから正確に情報は流してくださいねと、逆に言うと嘘の情報を流しちゃダメですよ、正確に情報は流してください、そうすることによって戻っちゃいますが、我々投資家、現在の株主だとか将来の潜在的な株主を保護しようというのが昔証券取引法と言ってたんですが、金融商品取引法の会計の目的なんですね。ということで、一言でまとめると、要するに一般的な投資家、一般投資家っていうんですが、一般の投資家を保護するっていうのが金融商品取引法の目的なんですね。正確に嘘はついちゃダメですよ。だからちょっとそのまま下がっていただいて、じゃあ具体的にどんな情報が開示されるかということで、我々一般の投資家が株の売買をする、その投資の意思決定に役立つような、さっき言った例えば社長の血液型とかでね、そんなのはいらないですね、社長さんの血液型だとか社長さんが好きな食べ物、そういう情報を流してもらっても意味ないですから、株の売買に役立つような情報を流すというね、投資の意思決定に対して役立つような情報を流してくれないとダメですよ。これが金融商品取引法の、立ち位置というかスタンスなんですね。でそれに対して会社法ってちょっと違う、会社法のスタンスってちょっと違っていて、どっちかというと投資家っていうよりも銀行さん、例えば銀行がお金を貸すということで債権者になるんですが、どっちかというと債権者寄りだって言われてます。例えば企業があって、銀行債権者でこの債権者の立場っていうのをすごく大事にしてるのが会社法だって言われてます。だからちょっと下がっていただいて、会社法の会計、会社法による会計というのはきちんと債務、この会社ね、会社が銀行債権者に対して債務を弁済しないといけないんで、ちゃんと債務っていうのを弁済できますかということの、債務を弁済できるかどうか、その判断に役立つような情報を流すという、これを考えているのが会社法という。だからちょっと次のページになっちゃいますが、
ちょっと今日ここまでになります。13ページ目ですね。ということで、ちょっと左の列ね、こっちが金融商品取引業なんですが、要するにこっちはどっちかというと、我々一般的な投資家を考えてください。我々投資家ですね。あと、実態を開示するというための計算構造。ということで、当期の財政状態、経営成績を適正に表示するために会計を行うということで、要するに、財政状態がどうとか、経営成績ですね。はい、すみません、ちょっとこれ、この段がこうつながってるように見えちゃうかもしれませんが、すみません、ちょっとぴったり、これね、まあ、こっちもそうなんですが、左の列は、金融商品取引業で、ね、実態開示のための計算構造ということなんですが、この言葉はあまり覚えなくてもいいかなと思うんですが、財政状態とか経営成績、これを適正に表示をする。嘘をついちゃダメですよと、嘘をついちゃダメですよと、財政状態だとか経営成績をちゃんと適正に、ちょっと嘘をつかないでちゃんと適正に表示してくださいねと、ね、でその時、これは次回お話をしますが、やっぱり適正に表示をするためにはいくつか守らなきゃいけないことってあるんですよ。会社が守んなきゃいけないことがあるんで、これはちょっと次回やりますが、企業会計原則っていうこの原則に、それが会社がいくつか守らなければいけない、財政状態とか経営成績を表示する上で守らなければいけないルールがあるんで、そういうのは企業会計原則に書いてあるんですね。まあ表示についてもですね、財務諸表っていうことで財務諸表を作らないといけないんですが、それがこの財務諸表等規則って、これは覚えなくていいですけどね、財務諸表等規則ということで、まあ表示についてもここに書いてあるんですね。この財務諸表等規則、まああまり覚えなくていいかなと思いますが、これは表示に関する規定が書いてあるんですよ。ですから表示の仕方も全部マニュアル、まあマニュアルというかもうフォーマットが決まっちゃってるんですね。財務諸表ということで、貸借対照表とか損益計算書とかって、財務諸表って言うんですが、表示の仕方も決められてるんですね。適当に表示しちゃダメなんですよ。ですからそれが財務諸表等規則というところで、表示に関する規定直接書いてあります。あとは一般的な会計処理、こう 財政状態だとか経営成績を適正に表示するためにはこういうことを守んなきゃいけませんよっていうのが企業会計原則に書いてあるんですね。まあ仲介もあるんですけどね。でこっちの左サイドっていうのはどっちかっていうと株主ですね、投資家の方を向いてます。投資家の方を向いて、株主を中心とした投資家の方を向いていて、右の列の方が会社法なんですね。で会社法っていうのはどっちかというと銀行さんみたいな債権者の方を向いちゃってるんですよ。だからどこまでは分配できる、配当として分配できる、でもこれ以上は分配できないということで、分配可能な利益、要するにこの利益は分配してもいいけど、この利益は会社の中に取ってなきゃダメですよみたいな形で、分配可能な限度額というものを計算上決めてしまうという会社法ですね。ですから例えば株主ですね、株主が怖い人だからたくさんお金をですね、金銭で分配してしまう、配当という形でお金を分配してしまうとお金がなくなっちゃうんですね。ですからたくさんですね、配当という形で株主さんたちにお金を分配してしまうとお金がなくなっちゃいますから、債権者、例えば銀行さんに返すお金がなくなっちゃうんで、それじゃ困っちゃいますね。だから分配できる、配当という形で分配できるお金の、まあ、利益ですね、この利益は配当に使ってもいいですよ、でもこの利益はダメですよみたいなことで、分配可能な限度額、利益ですね、利益についてここまでは分配していいけど、これ以上は分配しちゃダメですよみたいな、そこのちゃんとした線を引いてるんですね、会社法という法律。そういう線を引くことで銀行さん、債権者の立場っていうのを守ってる、債権者の立場を守ってますよっていうことね。またこの辺はいらないです、処理規定で、会社法の、まあ、施行規則とか、まあこの辺はいらないですね。法律上、まあ、一応ルールで、ね、法律上ですね、まあ、そういう規則があるんですけどね、はい、ということで次回2回目はちょっとここから会計工順から説明したいと思いますが、今日は最後に、こちらね、金融商品取引法というのは株主さんの方を見てる、でこっちが会社法というのは債権者の方を見てるということで、お互いのちょっと立ち位置が違うということなんですけどね。まあ、その辺のところ、押さえておいてください。はい。ということで、ちょっと最後にモニター切り替えちゃいますが、で、あと、まあ、今日は1回目ということで、ちょっと、まあ、なかなかまだ会計というのは、まあ頭の中に入ってこないかなと思うんですけどね、この
アンダーライン、テキストの中でこうアンダーラインを引いてた部分で、点線のところはまあそんなに詳しく覚える必要はないんですけども、実践ですね、今日はあまり出てこなかったかなと思うんですが、今日はそこまでこう正確に覚えてほしいという表現がないので出てこないんですが、アンダーラインをつけたところを中心に復習しておいていただきたいと。でその復習の仕方なんですけどもね、最初は音読の方がいいかもしれません。書きながら覚えると結構時間かかるので、言葉としてまだ全然こう理解できてなくても、音読で少し喋ってみるとだんだん理解が後からついてくるということもあるので、多少はこうイメージしながらということはやっぱり必要になります。全く理解しないでただ喋ってるだけだとちょっとあまり意味なくなっちゃうかもしれませんが、多少のことを理解した上で、あとはもう少し無理をしてでも音読をすると。でこの辺を繰り返していくと少しずつ後から理解がついてくるということも考えられます。で会計は先ほどもちょっと触れたんですが、後で出てくる内容が今ちょっとこう顔を出してくるというケースがあるので、どうしても今の段階で全部理解しようとすると消化不良を起こすことがあるので、もうそこはもう大胆に今切ってしまって、無理をしてでも少し前に進んでしまうということが大事ですね。全部を一つ一つ理解しながら先に進もうとすると本当に時間かかっちゃうので、もう今理解できないことは飛ばして先に進んでしまう。で先に進むと戻ってきて、あこういうこと言ってきたんですねってことが後から分かってくることもあるので、理解ちょっと現状まだ理解しにくいなという表現とかそういうのがあったときは無理して理解しようとせずに前に進むということが大事です。であとは、今日の分はまだやらなくていいかなと思うんですが、テキストにその側中欄ですけどね、この効果家の番号を書いてあるんで、その効果家会計学で該当する番号のところをちょっと見てもらってもいいかなと思います。ただその際には効果家会計学はその重要度のランクがついてますね、重要度高いところを復習してもらえればいいのかなと思いますね。ということで最初はどうしても会計学ですね、なかなかちょっと皆さん多分初めてだと思いますしね。でまた皆さんから質問が来そうな感じもするんですが、簿記ですね、簿記をやった方がいいんですかということで、もちろんできるんだったらやった方がいいです。ただ簿記をやったところでどれだけの得点にこう効果が出てくるかっていうことに対してはちょっと疑問があるところもあります。でもちろん簿記をやってると結構スッとこう入ってくるところもあるんで、もちろん有利は有利ですよ、簿記をやってた方が。それはもちろん有利は有利なんですけれどもね、ただやらなくても受かってる人が多分大半だと思いますので、別に合格を考えたら必ずしも必須ではないということなんで、例えば学生さんとかで、ね、時間があるから俺ちょっと先生もうちょっとやってみるっていう人は簿記なんかも一緒に勉強してみると理解が深まるっていう可能性はありますけれども、別に簿記に関しては必ずしもやる必要はないので、別に無理してやらなくてもいいかなっていう感じですね。それよりもやっぱり教科書のフレーズを覚える、とにかくひたすら覚えるということが大事になるので、何回か繰り返して、読んでいただいて、少しずつ、試験までの間で覚えられるように頑張って努力をしていただきたいと思います。はい、ということで、今回の第1回目の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。